とうとう定期テストが終わり気が楽になりました。この間中間テストが終わったかな。あまりにも成績が悪いやつがいたから、そいつの答え晒すことにした。どういうこと？じゃあまずは国語から晒していくぞ。最初はこの漢字の問題だ。あ、テレビでよくやってるやつね。これ答えは関係、小学生でもわかるわな。だが桃の答えは言ってみろ。勘係。舐めてんのか。なんだ勘係って。まだあるぞ、この夫妻。桃の答えはオタクと私。ふざけてんな。さあ次、サタンの答え。なんだ僕は普通だぞ。はい、崇拝。サタンの答えはしたまえ。読みを書け。しかももう一問も興奮。サタンの答えはしてきた。お前ら漢字を何だと思ってる。こんなひどいんだな。さあ次、猿も木から落ちるの意味を答えよ。これはその道に優れたものでも失敗することがあるって意味だな。だがジェルの答えはへえ意外。何感想言ってんだ。こいつら問題文読んでねえのか。さあ続いて、明らかにという言葉を使って例文を作りなさい。ジェルの答えがひどい。アキラ、カニ食べる？お前ふざけてんな。ふざけてないっすよ。ひどいな。次もひどいぞ。まさかという言葉を使って例文を作れ。はい、ジェルの答え。マサ、カニ食べる？どんだけカニ食べさせるんだお前。さあ続いて、日本語訳を書く英語の問題だ。問題はナイスチューミーチューの意味を答えよ。こんなん簡単だな。だがサタンの答え、ニケとメイツよ。お前いろいろと間違えてるぞ。お前もう一つもひどかったぞ。ベースボールの意味を答えよ。はい、お前の答え、バセバ11。やっぱ舐めてんな。ひどいなマジで。さあ続いて、 I'm sorry の意味。こんなもん小学生でもわかるやな。だがジェルの答え、私は総理大臣です。ひどいな。そしてモモの答え、私は元官房長官です。ということで3人合わせて補習な。みんな聞いてくれ。昨日モモサタンジェルに補習で小テストをしたんだがな、それも回答がひどかったのでまた晒すことにした。またかい。まずは漢字の書き取り問題だ。問題は大変な仕事をこなすの大変。こんなもん誰でも答えれるわ。だがジェルの答え、はい、変態な仕事をこなす。お前舐めてんだろ。舐めてないっすよ。どうやったら大変が変態になるんですか。変態な仕事なんて問題出すわけねえだろ。お前ちなみにまだあるぞ。え、マジっすか。はい、問題、土管の掃除の土管って感じ。ジェルの答え、股間の掃除。お前これわざとだろ。これはわざとだわ。わざとじゃないっすよ。よく言うなお前。ちなみにまだあるぞ。大きいの反対の意味を答えよ。はい、お前の答え、自分で言ってみろ。はい、大きいですね。お前後で職員室来い。テストを何だと思ってんだ。さあ続いて数学、問題は8+1。小1の算数じゃん。はい、桃の答え、はい、8+1 が7。この団子8に1突き刺しました。逆にすごいねその発想。さあ続いて 7×4。 サタンの答え、はい、なんでカップルになってんだ。幸せそうですよね。幸せそうですよねじゃねえよ。こいつら算数知らないのかな。さあ続いて社会、ここの都道府県の名前を答えよ。これわからんやついんのか逆に。はい、桃の答え、はい、南極。お前マジか。え、南極でかいじゃないですか。でかいイコール南極なんだ。はい、続いてジェルの答え、はい、渋谷。でかいな渋谷。お前らなぜ北海道がわからん。先生でも僕そこ合ってますよ。いや、お前も合ってなかった。いや、合ってましたよ。ちょ見てください。あー、わかったわかった。任天堂。もういいな。みんな聞いてくれ。モモサタンジェルが全く勉強しないんで、またテストの答えを晒すことにした。もう3回目だぞ、いい加減勉強しろよ。はい、まずは漢字の書き取り問題。問題は銭湯はとても気持ちいい。サタン、お前の答え言ってみろ。はい、戦闘はとても気持ちいい。サイコパスか。まあ一応文章は成り立ってるんだけど、ね、間違ってないじゃないですか。常識で考えろ、そんな問題出すわけねえだろ。はい、次の問題、この方向は正しい。サタンの答え、この暴行は正しい。お前さっきから怖えんだよ。ダメですか。逆によくそんな答え思いつくな。はい、次、いかにもという言葉を使って例文を作りなさい。ジェル、自分の答え言ってみろ。はい、やめろ、いかにも感情があるんだ。何言ってんだお前。え、間違いですか。間違いだお前。逆にすごいわその柔軟な発想。照れる。褒めてねえよ。じゃあ次の問題、へそで茶を沸かすの意味を答えよ。ハイジェルの答え、自分で言ってみろ。へそで茶を沸かす、そりゃむずいっしょ。先生初めて生徒を殴りたいと思った。はい、次の問題、数学だな。もう基本的な A×B を答えよ。はい、モモの答え、自分で言ってみろ。はい、 A×B はエビ。ふざけてるよな。ふざけてないですよ、真剣です。じゃあ次の答え見てみるか。はい、 5x+3x。 はい、モモの答え、なんだこの顔文字。かわいいでしょ。かわいいでしょじゃねえよ。はい、次3人ともひどかった問題。 A 単語の噛むの意味を答えよう。はい、ジェルから答えていけ。はい、米。次サタン。米。はい、モモ。お米。ちょっとお前らの親を呼び出すわ。モモサタンジェル、はい、ちゃんと勉強やってるか。ということで、モモサタンジェルがまだ勉強しないんで、またアイスラの答えを晒すことにした。もうシリーズ化してるな。はい、まず国語から、ちょうどという言葉を使って文章を作りなさい。はい、ジェルの答え、自分で言ってみろ。はい、超どうでもいいねそれ。舐めてるよなお前な。いや今回真剣っすよ。はい、じゃあ次の問題、いきなりという言葉を使って文章を作れ。ハイジェルの答え、いきな、リカちゃん。お前大喜利と思ってんだろ。思ってないっすよ。はい、じゃあ次算数、ユミちゃんは10円と20円の飴を買いました。合計でいくら払わなければいけないですか。ジェルの答え、0円。だって俺が払うから。もう突っ込まないぞ。はい、次リカだな。心臓の働きをかけ。はい、モモの答え言ってみろ。恋を知らせてくれる。ロマンチックだな、じゃねえよ。次サタンの答え、人間の弱点だ。はい、次、無機物をかけるだけかけ。はい、モモの答え、もうそういうことじゃないんだ。え、ダメですか。ダメだ。はい、次英語、マンデーの意味をかけ。ハイジェルの答え、
問題。なんだ問題って。はい、次英文の訳だな。 You are my friend、 あなたは私の友達ですって意味だな。だがサタンの答え、いや僕はそう思ってない。何言ってんだお前。はい、次モモの答え、そう思ってるのはあなただけです。お前ら英文の訳って何か知ってるか。はい、最後時事問題、現在の総理大臣の名前をかけ、サービスで名字だけでいい。はい、ジェルの答え、うん、まあ感じほしいな。これだと下総理大臣になるな。あ、ミスった。はい、次モモ、裏総理大臣、なんかすげえ怖いな。日本の闇抱えてそうだな。はい、次サタン、僕総理大臣。はい、お前ら今日も居残りな。先生も大変だな。お前らそろそろ勉強やってるよな。ちゃんとやってます。やってます。はい、何やった。ということで毎度恒例バカ3人の答えを晒すコーナーやるぞ。もう恒例になっちゃったね。はい、まずは日本語訳をする英語の問題。 I get on the bus、 私はバスに乗るって意味だな。だがジェルの答え言ってみろ。ブスをゲットだぜ。今回もやる気ないな。え、ブス、え、ブスじゃないですかこれ。バスだバカ。はい、次 My mother is always busy、 私の母はいつも忙しいという意味だな。だがジェルの答え、私の母はいつもブスい。お前本気で言ってんのか。え、違うんすか。はい、次 I'm fine、 私は元気ですという意味だな。だがサタンの答え、私は炎です。それファイヤーだな。あ、お前次もひどいぞ。ハローメアリー、こんにちはメアリーって意味だな。だがサタンの答え、地獄のメアリー。怖えよ、なんだ地獄のメアリーって。え、でもヘルメアリー、あ、ハローかこれ。お前視力大丈夫か。はい、次漢字の読み、認める、こんなもん誰でもわかるよな。だがジェルの答え、今年のびメル。なんだ今年のびメルって。え、え、ことに忍びじゃないですか。次もひどいぞ、詳しい。はい、ジェルの答え、こと羊し。お前この高校どうやって入った。はい、次算数、子供が5人います、そこに1人来ました、みんなで何人ですか。はい、モモの答え、その5人帰ったので1人。悲しすぎだろお前、なんで5人帰んだ。来たやつと遊びたくないらしい。切ないよお前、勝手にストーリー付け出すな。はい、次過去最悪の答えだ、ヒロが玉を2つ、ミユが玉を1つ持ってます、合計玉は何個ありますか。はい、モモの過去最悪の答え、ヒロの玉含め5つ。お前お前ほんとありえねえぞ。え、違うんすか。もう先生疲れてきたよ。はい、ということで今回もバカ3人の答え晒すコーナーやるぞ。お願いします。まずは歴史だ、紫式部が作った有名な物語の名は。答えは源氏物語だな。だがジェルの答え、はい、元気物語。楽しそうだな。楽しいっすよ。楽しいっすよじゃねえよ。はい、次モモの答え、はい、便秘物語。辛そうだな。辛いです。辛いですじゃねえよ。誰に需要があるんだ便秘の物語。はい、次サタンの答え、はい、ストーリーオブゲンジ。なんで英語だ。はい、次行くぞ、邪馬台国を治めていた女王の名は。ハイジェルの答え、キャサリン。はい、サタン、ヒモコ。はい、モモ、私。はい、次行くぞ、次のことわざを完成させて意味を答えなさい。問題は寝耳に何々、こんなん簡単だな。だがジェルの答え、はい、寝耳にガソリン。怖えよ。ちなみに意味は、極めて心地よいこと。どこかだよ、サイコパスかお前。はい、次モモ、はい、寝耳にムカデ。だから怖えってお前らの発想、つか東京グールか。え、違いますよ。じゃあ意味は、白髪になりグールとして生きていくこと。思いっきり東京グールじゃないか。はい、次、鬼に何々棒。こんなん簡単すぎだな。ダガジェルの答え、鬼に綿棒。かわいいな。ちなみに意味は、中にいるムカデを取るため。なんでさっきと繋がってんだ。はい、次サタンの答え、鬼にスケボー。鬼楽しそうだな。意味は、やっぱり鬼みたいな人でも趣味は持ちたいよねっていう意味です。何言ってんだお前。あれ。はい、次モモの答え、はい、鬼に鬼舞辻無惨。今日はこの辺で終わりな。お前ら勉強やってるか。やってないっす。ってことで今回もバカ3人の答え晒してくぞ。お願いします。先生突っ込むから楽なんだよね最近。はい、まず国語だ、ことわざの空欄を埋める問題だ。可愛い子には〇〇をさせよ、もう簡単だな。旅をさせよだ。だがジェルの答え、はい、可愛い子にはインスタをさせよ。舐めてんだろお前。いや俺の素直な気持ちです。お前の気持ち書く問題じゃねえんだよ。まったくジェルはバカだな。人のこと言えねえぞ。サタン自分の答え言え。はい、可愛い子には TikTok をさせよ。お前も同類だ。いや僕の素直な気持ちです。なんでお前ら自分の気持ち書く問題と思ってんだ。ほんと二人ともバカだな。もうお前もかなりひどいぞ。答えてみろ。はい、可愛い子にはキャバ嬢をさせよ。どんなことわざだ。いや可愛さが金に繋がる仕事ってのがやっぱり一番。聞いてない。次行くぞ。すぐさまという言葉を使って文章を作りなさい。ハイジェルの答え、すぐサマーオーズみたい。よくそんな自信満々に言えるな。いや正解なんで。バツだバカ。はい、次、しょっちゅうという言葉を使って文章を作りなさい。サタンの答え、よいしょチューする。やばい殴りたい。はい、次、おおむねという言葉を使って文章を作りなさい。モモの答え、おおむね大きくなったねトイちゃん。モモちゃん後で話そっか。はい、次、英文を訳す問題、 He is smoking、 彼はタバコを吸ってるという意味だが。サタンの答え、 He is smoking、彼は相撲している。違うな、ほんと英単語覚えろよ。はい、次ジェルの答え、彼はスモーキングだ。お前らそろそろ危機感覚えろよ。お前ら、はい、ちゃんと反省してるか。はい、じゃあ何を反省してる。わかんないっす。はい、今回もバカ3人の答え晒すぞ。あいつら何回テスト受けてんだろう。まずは英語、 SNS は何の略か書きなさい。答えはソーシャルネットワーキングサービスだが、ジェルの答え言ってみろ。はい、それなら仲間にしていいわ。何言ってんだお前。え、違うすか。違うに決まってんだろ。あ、先生ツボてるの初めて見た。はい、次サタン。はい、ソーセージニンニクスルメイカほんとに言ってんのかお前。本当に SNS の水とそう思ってたのか。はい、もう先生心配になってきたよ。はい、次モモの答え、はい、しばくぞ泣かすぞ刺すぞ。怖えよ
よ、その発想がもう怖い。先生、先生この問題はツボみたいだな。はい、次英語。ランの意味を答えよ。こんなん簡単だな。走るって意味だ。だが桃の答え、ルン。楽しそうだな。じゃねえよ、何がルンだ。え、違うすか。違う、これはランって読むんだ。桃は勉強が足りないようだな。僕はちゃんと知ってたよ。はい、じゃあサタンの答え。新一の彼女。それ毛利ランだ。あ、え、合ってるくね。合ってねえよ。なんで英語の問題で毛利ランだすんだ。はい、次ジェルの答え。はい、走る。ふざけなかったら丸だった。お前え、罰っすか。当たり前だ。んと音符いらねえよ。いや、いるでしょ。だって走るにルンルンで走る、うん、あ、いらねえわ。先生、本当にお前らの頭心配になってきた。あかね、最近学校はどう。あ、ずっとバカの答え見てて楽しいよ。え、今回もバカ3人の答えさらしていくぞ。お願いします。まずは簡単な英単語だ。ユーズの意味を答えよ。ジェルの答え、うっせ。ユーズだ。はい、次ビジット。ビシット。エイブル。あぶれ。お前英語か何か知ってるか。発音合ってますよね。合ってねえよ。まずこれ意味答える問題だ。はい、次オレンジ。桃の答え、オランゲ。なんだオランゲって。え、知らないですか。聞いたことないわ、そんな毛。あの、オランダに生えてる毛です。なんだオランダに生えてる毛って。はい、次チェンジ。チャンゲ。チャンゲってなんだ。あの、チャンに生え、チャンゲです。お前も知らないだろ。はい、次ランゲージ。ランゲーゲ。ランゲーゲってなんだ。適当です。だろうな。はい、次ケーキ。サタの答え、かけ。メイク、負け。テイク、たけ。ネーム、なめ。お前当てる気ないだろ。正直ないっすね。今日素直だなお前ら。はい、次あながちという言葉を使って文章を作りなさい。ジェルの答え、穴が小さいの。ジェル、お前も答える気ないだろ。いや、俺は真剣です。じゃあ逆に心配だわ。はい、次うんざりという言葉を使って文章を作れ。モモの答え、うん、ザリガニ好きだよ。あー、先生ちょっと本当にストレス溜まってきた。え、合ってますよね。合ってねえよ。はい、次おめおめという言葉を使って文章を作れ。サタンの答え、誕生日おめおめ。お前らのせいで最近先生老けてきたんだよ。はい、最後次の熟語の読みを答えよう。もう大体お前らのボケわかるわ。はい、ジェル、俺だろうな。はい、サタン、僕。はい、モモ、伝説。ほんとお前らひどいな。今合ってた。え、合ってたじゃんモモ。はい、今日もバカを晒すコーナーやるぞ。お願いします。はい、最初は四字熟語の穴埋め問題だ。必要なものをすべて自分で賄うという意味の四字熟語。答えは自給自足、簡単だな。だがジェルの答え、時給100円。安いな。辛いっすよね。辛いっすよね、じゃねえよ。え、違うんすか。全然違うよ。どんな四字熟語だ。はい、次弱いものが強いものの餌食になること。これ簡単だな。弱肉強食。だがサタの答え、焼肉毎食。ちょっときついな、毎食はな。たまには魚食べたいっすよね。そうだよな、じゃねえよバカ。二人ともほんとバカだね。モモ、お前一番ひどいぞ。え、偉大な人物は大成するのが遅いという意味の大器晩成。だがモモの答え、便器完成。どんな四字熟語だ。合ってますよね。合ってねえよ。便器完成どこで使うんだ。確かに納得するんかい。はい、次トムはパンを食べるを英訳せよ。ハイジェルの答え、俺も食べたい。英訳しろ。え、ちゃんと会話してますよ。会話する問題がどこにあるんだ。英訳しろっつってんだ。はい、次モモの答え、トムイーツペン。うん、それだとトムはペンを食べるになっちゃうな。え、食べないですか。食べないな。トムはペン食べない。ちなみにパンは英語でブレッドっていうんだ。あ、そうなんだ。モモはバカだな。僕はちゃんと知ってたよ。はい、じゃあサタの答え、トムイーツブラッド。うん、それだとトムは血を食べるになっちゃうね。トム吸血鬼になっちゃったね。はい、次数学てか算数。30人乗りのバスが4台あります。合計何人乗りますか。お前これ高校生の問題じゃねえぞ。はい、モモの答え、30×4 で120だから。お、合ってるぞ。450人。なんでそうなった。計算で答え出てたぞ。あ、ほんとだ。はい、次サタンの答え、372πx×73y だから。どういう計算式だそれ。75,000人。違うな。はい、次ジェル、4人。はい、今日は終わります。はい、今日も元気よくバカ3人の答えさらすぞ。お願いします。今日でこのシリーズ11回目だ。早いな。はい、まず未だにという言葉を使って文章を作れ。モモの答え、今ダニいなかった。はい、論外。次あいにくという言葉を使って文章を作れ。サタンの答え、あい肉食うか。はい、お前も論外。次ともかくという言葉を使って文章を作れ。ジェルの答え、ともか苦しいか。お前らその名前シリーズやめろ。え、ダメなんすか。ダメだお前、他にもあんだろ。まさしくを使った文を作れ。ハイジェルの答え、まさし苦しいか。そればっかりじゃないか。お前最後のひどいぞ。しばらくを使った文を作れ。しばら苦しいか。どんな名前だしばら。はい、次 CM は何の略か答えよ。これ答えはコマーシャルメッセージだな。ダガジェルの答え、こいつがマンボウか。何言ってんだお前。マンボウ合ってますよね。合ってねえよバカ。はい、次サタン、このメス豚。お前 CM の意味知ってるか。え、あのテレビとかの宣伝ですよね。なんで知っててこのメス豚になるんだ。なんでだろ。なんでだろじゃねえよ。はい、次モモ、コスプレミスった。はい、次行くぞ。この漢字の読みを書け。もう簡単だな。こんなもう森だな。ダガジェルの答え、キキキ。お前小中学校行ったよな。はい、いや本当に心配だわ。はい、次これはもうごとしな。お前簡単だ。だがサタンの答え、女口。次の漢字の読みは女家。
次は女大メル先生ちょっと泣きそうになってきた。はい最後邪魔だなこれ簡単だだがモモの答えリアージュ今日ちょっと4人で話そっかトイさんおはようあおはようジェル今日珍解答シリーズじゃないのあ今日ないのかなはよまえら席につけ今日もバカ3人の答え晒すぞお願いしますあやっぱ続くんだねはいまず漢字の書き取り問題辛い鼻炎こんな簡単だなだがジェルの答えはいお前ふざけてるよなふざけてないです辛い鼻炎っすよねちげえよ辛い鼻炎だあそっちかそっちかってなんだはい次担当する先生も簡単だなだがサタンの答えはいはいこれ乱闘する先生になっちゃってるな怖えな怖い問題文問題文じゃねえお前の回答だはい次恋愛こんなもん簡単だなだが桃の答えはいはい次行くぞことわざの空欄を埋めよ塵も積もれば何々何も簡単だな山となるだだがジェルの答え塵も積もれば邪魔となるまあ確かに邪魔だだがそういうことじゃないんだよはい次サタン塵も積もれば粗大ゴミお前らそういうことじゃないんだよこれことわざだからお前らの感想書く問題じゃないからほんと二人ともバカだねおじゃあそういう桃の答え塵も積もれば飯となるはいお前一番頭おかしいなはい次理科人間の体の7割は何でできているかこれ答え簡単水分だなだがジェルの答え憎しみ怖いな何があった7割憎しみは相当やばいぞ大切な人を奪われましたもうそういうのいいからはい次サタン殺意7割殺意の人間はやばいね一体何があったの大切な人を奪われ、はい、それいいから次行くぞ桃の答え人間の体の7割はタピオカはい終わりますさて今日も頑張ろっとバカの回答を見るだけだけどはいお前ら席につけあ先生来た今日もバカの回答を晒していくぞあれ先生見た目が最近出番増えたからリニューアルしたよろしくな軽いなでもちょっとかっこいいなはいまず最初たちまちという言葉を使って文章を作るサタンの答え先生僕もあの先生のイラストちゃんとついたんで僕も今日からちゃんと答えようと思いますおお本当かじゃあたちまちのつく文言ってくれお前たち待ちなさいお前のことは二度と信用しないはい次さすがという言葉を使って文章を作れ桃の答え先生私も今日からちゃんと答えますおじゃあ答えてくれさすがのつく文さすが病すごいなもう先生尊敬するよお前のことありがとうございます先生笑うと可愛いんですねうるせえはい次まことにという言葉を使って文章を作るジェルの答え先生俺も今日からガチで答えるフラグいいから早く答えろまこと憎いかうん知ってたマルゲットマルゲットじゃねえよお前その名前でゴリ押しシリーズマジでやめろえこれ以外やってないっすよおよく言うなじゃあ次の問題中でもという言葉を使って文を作るジェルの答え田中、デモはやめよ。はい、次。ともあれを使って文を作れ。いいとも、アレックス。お前真面目にやる気ないだろ。ありますよ。じゃあなんだ、いいとも、アレックスって。模範解答。あ、わかった。はい、次。最近話題になってきた 5G の意味を答えよ。先生、これは俺マジで自信あります。いや、どうせふざけるだろ、お前も。いや、僕ネットで活動してるんで、これはわかります。どうせお前5匹のゴキブリとか言うんだろう。なんでわかったんすか？図星かい。ジェル、発想が汚いよ。あ、私はわかりましたよ。おじゃあ、もも答えてみろ。5G!5リットルのゲロお前が一番汚いぞおいジェル、はい、最近勉強やってるかめちゃくちゃやってますよマジやばいっすよ何の科目やってんだ最近やってんのはツムツムっすねあ間違えたはい今回もバカ3人の答え晒すぞお願いしますはいまずはエッグの意味を答えよもうこんな幼稚園児でもわかるわな答えは卵だがジェルの答ええぐふざけてるなお前なそんなことないですはい次サタンエグいてはいふざけてるな次モモグロいてもうエグ何も関係ねえじゃねえかはい次英訳トムイズはティーチャーもうこんなん基本だなトムは先生ですという意味だだがジェルの答えトムはクリーチャーですどんな英文だえ違うんすか違えよティーチャーだティーチャートムはクリーチャーですなんて問題出すわけねえだろはい次サタンの答えトムは麦茶ですトムは麦茶じゃないえ緑茶ですか違えよティーチャーだティーチャーなんだ緑茶ですかってあ先生のティーチャーですかお前らローマ字読む練習先にしろマジでほんとみんな基本がなってないよはいじゃあそういうモモの答え言ってみろトムはアベンジャーズですおトムすごいねはい次 CD は何の略か答えよこれ答えはコンパクトディスクだなだがジェルの答え言ってみろはいここどこっすかこれはふざけたよなふざけてないっすじゃあお前アイドルの CD をアイドルのここどこっすかって思ってたのかはいやばいなお前はい次サタンこいつ誰っすかお前ら仲いいな仲いいんすよねねえじゃねえよ先生そこのバカ二人と違って私はマジで合ってますうん絶対嘘だろなんでそんなこと言うんですか私本当に自信あるんですああ悪かったじゃあ答えてみろ CD コケコッコどっこいしょもうちょっと二人で話そうかあ次の授業なんだっけ次の授業バカさらしよあじゃあ教科書いらないんだはい今日も勉強しないバカ3人の答えさらしてくぞお願いします最初はコンパスを使った問題半径3センチの円を描けこんなん簡単だな物差しで測ってこんな風にくるって描くだけだだがジェルの答えはいどうすかお前どんなコンパス使ってんだちょっと震えちゃいましたね震えてるレベルじゃねえよ手書きの方がまだ綺麗に描けろはい次サタン僕ちゃんと綺麗な円に描きましたよほらなんでシャリンガンなっとんやでもちゃんと円描けてますよシャリンガンだからバツはい次モモの答えはいなんでお前ら普通に円を描くことができないんだえ正解ですよ
ね。縁は合ってるけど中の不潔な顔でバツ。はい、次理科だな。次の微生物の名前を答えよ。これ答えは三日月もだな。ダカジェルの答え、ブーメラン。はい、論外。次サタン、バナナもどき。その生物いない。はい、次モモ。織田信長。はい、頭おかしい。ちょっとあの人海島シリーズずっと続いてるけど先生もう限界かもしれない。もうこれ以上お前らに。先生そう言うと思って僕国語めっちゃ勉強してきたんです。え、本当か。はい、なんか問題出してください。おお、じゃあさっぱりという言葉を使って文章を作れ。さっぱり行くわよ。すんなりを使って文章を作れ。気にすんな、リカちゃん。新たにを使って文章を作れ。新谷口さん、こんにちは。ちょっとを使って文章を作れ。ちょ、トイレどこ。はははい、今日もバカの答え晒していくぞ。号令起立。礼お願いします。はい、最初は四字熟語の穴埋め問題だ。物事にひたむきに取り組むという意味の四字熟語。これ答えは一生懸命。こんなん簡単だな。ダカジェルの答え、はい、一生無職。どんな四字熟語だ。夢ですね。何言っとんやん。まったくジェルはちゃんと意味を見て答えろよな。まったくその通りだな。はい、サタンの答え、一生にと。お前も同じだな。いや、漢字使ってない分お前の方がひどいわ。あのさ、これ頑張るって意味だからほんとちゃんと答えようよ。そうだな。じゃあ桃の答え、一生社畜。つらいな。はい、次 3D は何の略か答えよ。答えはこれ 3Dimensions だな。だがジェルの答え、はい、3回目のドタキャン。3回目のドタキャンは辛いな。もうその人信用できないな。もう。はい、次サタン、3人消えるデスゲーム。3人消えちゃうデスゲーム怖いな。あー、リアルだしな。先生あんま参加したくない。はい、次モモ、3000円出せよ。わ、カツアゲだ。怖い怖い。3000円出すって結構でかいよな。怖いな。はい、次の問題、国民総生産 GNP は何の略か答えよ。ジェルの答え、ゴリラのパーティー。ゴリラのパーティー、ちょっと先生見てみたい。どんなパーティーなんだろうね。はい、次サタンの答え、ごまだれのプール。ごまだれのプール、ちょっとあんま張りたくないな先生。先生の体はごまだれ味になっちゃうな。はい、次モモの答え、下痢になるパスタ。下痢になるパスタ食べたくない。うん、美味しくても下痢にはなりたくないもんな。はい、ということで今日も3人残りな。はい、みんなおはよう。1時間目は何するか分かってるか。バカさらしい。正解。じゃあ始めてくぞ。これもう授業になったのかな。はい、まずまっすぐという言葉を使って文章を作りなさい。サタンの答え、まっすぐに勝てるよ。はい、うざいな。次もひどいぞ。まったくという言葉を使って文章を作る。まタクシー使うよ。やばい、本当にムカつく。はい、次、せわしないを使って文章を作れ。ジェルの答え、せわしい泣いてもいいぞ。名前シリーズマジでやめろお前。いや、もう使ってないです、これ以上は。嘘つけ。次の問題もあるぞ。せわしいを使って文章を作れ。せわしい生きよう。せわしい病んどるのか。めっちゃ病んでますね。だから何なんだそのストーリー。はい、次、いくつを使って文章を作れ。桃の答え、臭い靴下。あー、ならではを使って文章を作れ。おならで吐きそう。もっともを使って文章を作れ。もっと漏れそう。さっきから汚ねえよ。え、ダメですか。うん、普通に間違えるより不愉快。はい、次は英語の意味を答えてく問題。デートの意味を答えよ。桃の答え、伊達。誰だ。はい、次ターン。つるターンだ。はい、次テイクケア。サタンの答え、竹枯れ。なんだ竹枯れって。竹っぽい彼氏です。なんだ竹っぽい彼氏って。はい、次カムアウト。褒めようと。お前マジいい加減にしろよ。え、少しミスりました。全部間違っとる。はい、次の問題、アス。ジェルの答え、うっす。ファン、フン、トゥ、トウ、イヤ、イヤ、エイジ、アゲアゲー。お前ら今日はちゃんと勉強しろよ。先生、今日俺ら3人このまま図書館行って勉強しようと思ってます。おー、いいことだな、頑張れ。じゃあさよなら。ああ、どこのゲーセン行く。どこでもいいよ。ボーリング行こうよ。いいね。はい、今日もバカ3人の答え晒していくぞ。お願いします。え、まず社会、次の地図記号の意味を答えよ。簡単だな、これ病院だ。だがジェルの答え、縦。わかる、うん、わかる、縦っぽいよな。だからこれ病院なんだよな。はい、次の地図記号、これはお寺だな。だがサタの答え、はい、記号と合わせて挽回。なわけねえよな、地図記号に挽回あるわけねえよな。はい、次、これはな、田んぼって意味だな。だが桃の答え、すね毛。なわけねえよな、地図にすね毛乗ってるわけないよな。はい、次、空欄埋めよう。国民の三大義務は教育、勤労、〇〇である。これ答えは納税だな。だがジェルの答え、はい、筋トレ。なわけねえよな、筋トレが義務の国がどこにある。はい、次サタンの答え、教育、勤労、角刈り。やだな、角刈りが義務やだな。違うすか。当たり前だろ、まずお前角刈りじゃねえじゃねえか。はい、次桃の答え、はい、教育、勤労、ジェンガ。はい、次行くぞ。次の関数をグラフにしなさい。これ簡単だな、上にプラス1して書くだけだ。ダガジェルの答え、はい、うん、太い。え、ちゃんと正解のとこ通ってますよ。そりゃこんだけ太いとな。だが×だ。マジか。はい、次、 y イコール x の2乗をグラフに表す。サタンの答え、はい、お前ほんといい加減にしろよ。え、ちゃんとグラフになってますよ。グラフじゃねえ、文字になってんだよ。あじゃねえ。はい、次桃の答え、はい、はい、今日は終わります。はい、今日もチンパンジー3人衆の答え晒していくぞ。お願いします。はい、まずのどかという言葉を使って文章を作れ。桃の答え、のどからからー。
今日もしっかり先生のこと舐めてんな。はい、次。そのうちという言葉を使って文章を作れ、サタンの答え。その、うち来いよ。はい、クソザイ、次。やっぱりという言葉を使って文章を作れ、ジェルの答え。あや、パリに行こう。はい、今日もしっかり舐めてんな、お前な。先生、正直言います。これはふざけましたけど、他は真面目にやりました。お、そうか、じゃあ晒してくぞ。やっとという言葉を使って文章を作れ。あや、トイレ出てよ。どこが真面目だ。え、でもさっきよりいいっすよね。どっちも同じだ。いやでもこの2個以外はあやみたいな名前使ってないっす。お、ほんとか。じゃあ怪しいという言葉を使って文章を作れ。あや、しいたけ食べる。あやういを使って文章を作れ。あや、浮いてる。あや、レギュラーメンバーじゃねえか。そんで、なんだあや浮いてるって。浮いたんすよ。知らねえよ。はい、次。URL の www は何の略か答えよ。これ答えはワールドワイドウェブだな。だがジェルの答え。わかった。わしと別れよう。はい、バカ。はい、次、モモ。はい、頭おかしい。次、サタン。ワンダフル脇毛ワールド。なんだワンダフル脇毛ワールドって。なんかワンダフルな脇毛のせ、いや、そんなないっすね。だろうな。はい、次。世界で一番高い山の名前を答えよ。これ答えはエベレストだな。だがジェルの答え。東京タワー。お前日本語わかんねえのか。かもしれないっす。認めるな。はい、次、サタン。ヒマダナ山脈。ヒマラヤ山脈だろ、それ。あ。はい、次、モモ。はい、琵琶湖。お前らまず日本語の勉強しようか。皆さん明けましておめでとうございます。今年もね、たくさんのこと学んでいきましょう。ということで、新年一発目の授業は、新回答だ。一発目から、一発目なんでね、今回はちょっとスペシャルでとあるバカに来てもらいました。とあるバカは誰だろう。はい、入ってきてくれ、うさぎさん。はい。おめえかーい。確かにこいつ相当バカだけど、使いからず絵柄が全く一致してない。最初は漢字の書き取りだ。可愛いを漢字で書きなさい。はい、うさぎさんの答え。バカ。うん、だと思った。ゲストだから許すけどね、うさぎさんちゃんとしてね。はい。じゃあ次いくよ。美しいを漢字で書きなさい。バカ。愛らしいを漢字で書きなさい。バカ。素晴らしいよ、感じで。バカー。ゲストでもしっかり制裁加える先生、さすがです。先生、あのウサギもどきバカなんで俺が答えますよ。お、じゃあジェル行くぞ。綺麗。バカ。すごい。バカ。尊い。バカ。あいつコラボだからってちょっとはしゃいでんな。先生、ウサギさんやジェル君は IQ がかなり低いので、もっと優しく教えてあげるべきだと思います。すげえ自然にディスるな、七森君。そうか、じゃあ七森が先生やってくれないか。任せてください。ウサギさん、ジェル君、いける。あいよん。こいつら息ぴったしだな。美しいって漢字の問題だけど、これ美しいものを書くんじゃなくて、美しいって言葉自体を漢字で書くんだ。なるほど。そこから分かってなかったんだな。だから美しいの美くのとこだけ漢字で書くんだけど、分かるかな。それなら分かるよ。怖えよ。かけ離れてるよ、美しいから。うさぎさんバカだな。美しいの漢字はこうだよ。なんか線多い。すごい気持ち悪い、この美しい。僕たち漢字書くより読む方が得意だよ。そうなんですよ。じゃあ読みにしよっか。この漢字は読めるかな。あ、これならわかるよ。あ、俺もこれはわかるわ。じゃあ同時に答えてみよっか。せーの、僕。うわあ。あいつら仲良くなれそうだな。お前ら、はい、今お前らのせいでこのチャンネルが珍回答チャンネルになってることを反省してるか。そうだぞ、私も今長期休暇中みたいになってるぞ。正直みんな楽しんでるんでいいかなって思います。はい、今回もチンパンジー三重詩の答え晒していくぞ。お願いします。はい、まず英語。1月を英語にしろ。はい、これ答えは簡単。ジャヌアリーだな。だがジェルの答え、ワンムーン。ワンムーンじゃねえよ。合ってますか。バツ。はい、次、サタンの答え、正月。ふざけてんのか。至って真剣です。どっちのが心配だわ。はい、次、モモ。お通しだ、マクール。はい、次。待って先生、合ってるか答えてください。なんで合ってると思うんだ逆に。はい、次の英文を日本語訳しろ。オールライト。これ答えは大丈夫って意味だな。だがジェルの答え、全部右。おい、ちょ先生、この時間もちゃんと指導するわ。うん、ジェル、ライトっていうのは右以外にも正しいとかよろしいとかいう意味があるんだ。あ、そうなんすね。あ、それ踏まえた上で、例えばこの That is light、 この意味答えてみろ。あそこ右。あ、やっぱきついな。次、フランス料理の三大珍味はキャビア、フォアグラ、あと一つは。サタンの答え、タクアン。タクアン、フランス料理じゃないぞ。はい、次、ジェルの答え、俺これ知ってますよ。キャビア、フォアグラ、どんべ。なんでそうなる。どんべ美味しいっすよ。なんで切れてんだお前。はい、次、桃の答え、メンチー。はい、次行くぞ。滋賀県にある日本最大の湖の名前を答えよ。ジェルの答え、太平洋。でかいな。滋賀県世界最大の大陸になっちゃうよそれ。はい、次、サタン、琵琶湖。誰だ。え、これ合ってますよね。読み合ってるけど他がいろいろ違う。はい、次、桃。滋賀湖。はい、今日は終わります。はい、どうも皆さんこんにちは、先生です。今回もね、いろんなバカ珍回答を晒していきたいと思います。それではスタート。はい、まず最初、従ってという言葉を使って文章を作りなさい。桃の答え、はい、で従ってるたけし君。はい、たけし君、トイレ行かせてあげて。はい、次、わがままという言葉を使って文章を作る。サタンの答え、わがままはキュートだ。キュートなんだな。だからわがままって表現はなかなかせんよな。はい、次、穏やかという言葉を使って文章を作る。ジェルの答え、おだやかましい。爽やかという言葉を使って文章を作る。藤沢
やかましい。健やかという言葉を使って文章を。息子やかましい。はい、次。 VIP は何の略か答えよ。これ答えはベリーインポータントパーソンだな。だがサタンの答え、僕のイケてるパンツ。はい、ごめん。次ジェルの答え、ボロボロな古のパンツ。うん、先生ちょっと見てみたいよ、ボロボロな古のパンツ。はい、次モモ、ベトベトな石田くんのパンツ。どうしちゃったの石田くん。牛乳をパンツにこぼしちゃったらしいです。はい、次。次の漢字の読みを答えよ。これ簡単だな、乙女だな。だがジェルの答え、オツ女。可愛らしい言葉から急に残念な女みたいになったな。はい、次眼球。これ簡単だな、だがサタンの答え、アイボー。なんで英語にする。はい、次素人。これ簡単だな、だがモモの答え、スジン。マジかお前。じゃあこれなんて読む。レンジン。これは大臣。お前人を全部人って読むんだな。じゃあこれは読めるってことか。コビ。なんでそこ神社ないんだ。お前ら最近勉強してるか。はい、最近国語のことわざとか勉強してるんですよ。頑張ってます。お、じゃあちょっとテストしていいか。はい。やってないだろ。ということで今回もオラウータン3人の答え晒していくぞ。お願いします。ことわざの勉強してるっつうからテストしてみた。まず次の空欄を埋めてことわざを完成させなさい。石の上にも丸々。これ答え簡単だな、石の上にも3年だな。だがジェルの答え、石の上にも石。石の上に石、何がしたいのかな。理由はありません。うん、そっか。はい、次サタン、石の上にも乗っちゃうぞ。乗っちゃうぞじゃねえよ、キラ。うるさい。はい、次モモ、石の上にもキスマーク。怖いな、石にキスした人超怖いな。何があったんだろうな。はい、次3人寄れば〇〇〇。これ答えは3人寄れば文字の知恵だな。だがジェルの答え、3人寄れば暑苦しい。3人で暑苦しいのかお前。どこにいるんやお前ら。ネカフェです。ネカフェで3人は暑苦しいな。先生間違ってたよ。はい、次サタン、3人寄れば合体。合体しちゃった。何が目的なんだろうね。戦うのかな。うん。はい、次モモ、3人寄ればエイペックス。うん、楽しんでな。はい、次2階から〇〇。これ答えは2階から目薬だな。だがジェルの答え、2階からダンプカー。怖怖いな、2階からダンプカー。大事故だよお前。はい、次サタン、2階からバンジージャンプ。2階からバンジージャンプはもうロープ意味なくないか。伸びきる前に地面に顔面パコーンぶつかるな。はい、次モモ、2階からオート。下の人かかったらブチ切れるなこれな。先生だったらぶん殴りに行くな。はい、今日は終わります。はい、どうも先生 YouTuber の先生です。先生まだちゃんとした名前決めてないのでコメント欄で募集してます。それでは今回も珍回答を晒していきましょう。まず数学だな。ミサちゃんがバッタを3匹、ヒロ君がバッタを4匹捕まえました。合計何匹ですか。モモの答え、はい、0匹。なんでかな。ヒロくんが全部食べたから。食べないでバッター。しかも7匹も食ったの。これミサちゃんドン引きだよ。はい、次、飴が9個あります。3人で分けたら1人何個もらえますか。サタンの答え、0個。なんでかな。ジャイアンがいるから。あ、独り占めされちゃったんだね。さあ仕方ないな。先生俺ジャイアンのモノマネできます。こうやってみろ。のび太、お前の飴は俺のもの。お、めっちゃ似てる。はい、次、 1km は何メートルですか。はい、ジェルの答え、 1km は 1km。 うん、その通りだな。うん、もういいよ正解で。はい、次、次の英文を日本語訳しろ。 Can I help you? これ答えはいらっしゃいませって意味だな。だがジェルの答え、私はあなたを助けることができますか。すごい大げさだね。ハリウッド映画のワンシーンみたいだね。ちょっと直訳しすぎたね。はい、次、グッドナイト、おやすみって意味だな。だがサタンの答え、素晴らしい騎士だ。騎士じゃない、夜だな。ちょっと前のさっきから大げさだぞ。はい、次、 See you。 これ答えはまたね、じゃあねとかいう意味だな。だがモモの答え、お前を見ている。お前のさっきから怖い。先生でも単語ちゃんと覚えました。私たち本当か。じゃあ行くぞ。エイリアン、これどういう意味だ。アリアン。グランドマザー、これどういう意味だ。サタン、偉大なる母。また、これどういう意味だ。ジェル、待った。ケース、カセ、ホール、ホレ、シェイク、シャケ。はあ、バカだけど、みんなを笑顔にしちゃうんだ。そう、俺ら3人揃って珍回答トリオ。かっこよくないですか。全然。ということで今回も珍回答トリオの答え晒していくぞ。お願いします。はい、まず習わしという言葉を使って文章を作れ。ジェルの答え、ほんならわしも行くわ。はい、今日も相変わらずうざいな。はい、次、新たなという言葉を使って文章を作れ。はい、ジェル答えろ。新たなかさん。うん、だいたい予想ついてた。はい、次、あらゆるという言葉を使って文章を作れ。あら、許さない。無理やりすぎだろ。変っすか。変だな。よく使いますけどね。いや絶対使わないだろ、あら許さない。はい、次、だいぶを使って文章を作れ。サタンの答え、大仏。銅像を使って文章を作れ。銅像。まだを使って文章を。まだいか。はい、次、空欄を埋めて次の慣用句を完成させよう。これ喉から手が出るだな。だがジェルの答え、喉から夕食が出る。食べたくないな、喉から出た夕食。はい、次サタン、喉から剣が出る。漫画のやべえ敵キャラがよくやるやつな。はい、次モモ、喉から
らスマホが出る。なんでスマホ喉に入れてんだ。ポケットは開いてなくて。あ、じゃあ仕方ないな。はい、次。一人の男性が二人の女性を連れてること。これ答えは両手に花だな。ダガジェルの答え、両手にナイフ。両手にナイフはやばいな。片手じゃなくて両手にナイフだもんな。外で見たらまず通報だな。はい、次サタン。両手にハムスター。あら可愛い。珍怪盗シリーズで一番和んだわ。はい、次モモ。両手にタランチュラ。はい、クソ気持ち悪い。トイなんすか。先生ちょっと疲れたから今日のバカさらしトイがやってくれないか。え、マジっすか。はい、ということで今日のバカさらしは私がやっていきたいと思います。お願いします。はい、まず最初英語エイトの意味を答えよ。これ簡単ですね。8だね。だがジェルの答え、エイグフツ。なんだエイグフツって。おい、あのいいやのじゃねえよ。お前適当に答えてんだろ。テスト舐めてんだろ。すいません、ちゃんとしろよマジで。はい、でも他はちゃんと答えてます。ほんとか。じゃあ次これファイト、これ戦うって意味だな。ダガジェルの答え、フィグ普通。さっきと一緒だよな、舐めてるな、お前な。すいません。先生は優しいかもしれんが私は許さんぞマジで。はい、気をつけます。はい、次ハンガー、これ答えは空腹って意味だな。ダガサタンの答え、フィンガー。おいサタン。はい、こっち来い。はい、テストなんだと思ってる。勉強すること。違う、勉強したことを証明する場なんだよ。そんな中でお前フンガーってなんだお前。すいません、気をつけます。頼むぞ。はい、次レイズ、これあげるって意味だな。だがモーちゃんの答え、レイズ。モモちゃんちょっと来て。はい。英語ってただローマ字読みしたらいいと思ってる？ちょっと待ってます。違うよ、英語は得意の読み方があって得意の意味があるの、ちゃんと覚えておいてね。はい。友達でも私怒るときは怖いよ。はい、すいません。はい、次 PC は何の略か答えよ。これ答えはパーソナルコンピューターだな。だがジェルの答え、はい、パンツ買って。ジェル、ちょっと来て。はい、すいません。まずこれ答えて。ふざけましたか？はい、ふざけました。テスト舐めてますか？舐めてません。正直に。舐めてます。よく言ったらちょっと廊下出といて。何されるんすか？痛いこと。痛いこと、痛いことって何？一番怖い。痛いことやだ。早く出ろ。はい。はい、次。PC は何の略か、サタンの答え。サタン答えろ、早く。いや。さっき気をつけますって言ったよな。ふざけた答えなわけないよな。早く答えろ、サタン。はい、はい。ペンで、艦長。すいません、いや本当これだけなんです。さっきと、すいません、痛い。先生どうしました？今日もバカさらしの担当変わってくれないか。嫌です。いや、そう言わずに。絶対嫌です。遠いもツッコミできる。ムカつくんで嫌です。ちょ、頼む。絶対嫌です。ちょ、本当頼む。もう少し休みたいです。はい、ということで今回もチンパンジーの答えさらしていくぞ。お願いします。今回は歴史だ。まず江戸時代が始まるきっかけ、1600年に起こった徳川氏と豊臣氏の戦いをなんというか。これもみんな知ってる関ヶ原の戦いだな。ダガジェルの答え、近所の公園の戦い。軽いなおい子供の喧嘩じゃねえんだぞお前。違ったか。天下分け目の大合戦、近所の公園でやるわけねえだろ。はい、次サタンの答え、マリオカートの戦い。なわけねえだろおい。あ、マリオテニスですか。はい、もう次モモ。指すまの戦い。平和でいいな。もう争いなんか起きず指すまで決めたらいいよな。うん、はい次。その勝利した徳川家康を表す俳句の一行を答えよ。これ泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスだな。ダガジェルの答え、泣かぬならどうでもええわホトトギス。ふざけんなよジェル。いや、ホトトギスが泣こうがどうでもよくないですか。お前の感想聞いてんじゃねえよ。はい、次サタン。泣かぬならマリカしようぜホトトギス。徳川家康マリカしたかったんだ。そうですね。そうですねじゃねえよ、ふざけんな。はい、次モモ。泣かぬなら美味しく食べようホトトギス。食べちゃうんだね。はい、次。幕末アメリカからペリーは何に乗って日本に来たか。これ有名だな。答えは黒船だ。ダガジェルの答え、浮き輪で来たのかペリー。はい、大変だなお前。アメリカから日本にプカプカ浮き輪で。他のやつも浮き輪か。みんな浮き輪です大変だな。うん、はい、次サタン。タケコプター。はい、次モモ。空飛ぶ絨毯。ういペリーさん、ファンタジー。トイ、今日の珍怪でお前がやってくれないか。嫌です。頼む。絶対嫌です。トイママお願いします。あかね、やりなさい。なんでお母さんいんの。最近全然突っ込んでないらしいじゃないの。いや別にいいじゃん。大人になって後悔するわよ。あの時もっと突っ込んでおけばよかったって。ならねえよ。 M1 出るんじゃないの。出ねえよ。あかね、わかった、やるよ。はい、ということで今回もバカの答えさらしていきます。お願いします。はい、まず英語ブックを複数形にしなさい。こんなもん基礎ですね。答えはブックスだけど、ジェルの答え、はい、複数だけどいっぱいだけど、そういうことじゃない。たくさんありますよ。たくさんありますよじゃねえよ。あれ進化でほんと面白いなこれ。 S つけるだけでしょ。はい、次ツリーを複数形にしなさい。サタンの答え、森。そうだね、ツリーがたくさんあるとね、森だね。うん、ほんとバカなんだね。はい、次バスを複数形にしなさい。ももちゃんの答え、ブスども。ももちゃん、なに。ブスどもじゃないでしょ。え、ブスの複数形なんでブスどもで合ってるでしょ。これブスじゃなくてバスって読むの。あ、じゃあバスどもか。違うね。はい、次行きます。ママならないを使って文章を作りなさい。ジェルの答え、ママならナイジェリアにいるよジェル、何面白いなお前な。ありがとう。あ、なんか今日めっちゃ笑っちゃうわ。はい、次あからさまを使って文章を作りなさい。サタンの答え、あなたに従いますよあからさま。サタン、はい、誰あからさま。14世紀のエジプトの王様ですか。知らねえよ。はい、次まっとうという言葉を使って文章を作りなさい。ももちゃんの答え、まっとう運動。はい、今日終わります。
今日あります。よくできました皆さん。あーなんかめちゃつぼっちゃったな。ゆりとヨタク、どうしたんですか呼び出して。降りって頼みがある。へえ、何でもしますよ。何ですか。桃サタンジェルバカ3人に勉強教えてやってくれないか。嫌です。だよな。はい、ということで今回もアウストラロピテクスの答えさらしていくぞ。お願いします。はい、最初は国語、次の漢字の読みを答えなさい。最近の映画でも出てくる簡単な漢字だな。ダガジェルの答え、ヒヒ。なんだヒヒ。え、ヒは2つなんでヒヒ。今日もほんとぶん殴りたくなる答えだな。次の問題も同じようにひどいぞ。はい、これの漢字の読みを書け。ジェルの答え、口取りを。なんだ口取りを。口が3つあるので。わかっとる、お前の思考回路。お前このテイストでまだあるぞ。次の漢字の読みを答えろ。はい、お前の答え、水お日様取りを。お前ほんとこのままじゃ社会出て詰むぞ。はい、次、電車の JR は何の略か答えなさい。これ答えはジャパンレールウェイズだな。だからジェルの答え、ジェル。はい、次、サタンの答え、熟女のレッスン。なんだ熟女のレッスン。あれ先生熟女好きですか。うるさい。はい、次桃。熟女のラーメン。熟女縛りやめろ。つかなんだよ熟女のラーメンって。先生わかりました。お答えてみろ。つかさっき答え言ったけどな。ジャイアンの練習。はい、次、空欄を埋めて人の間違いをからかうという意味の慣用句を完成させなさい。はい、これ人の上げ足を取るだな。ダガジェルの答え、人の奥さんを取る。やめなさい。なんで。なんでじゃねえよバカ。熟女のレッスン受けたいんすよ。だからなんだよ熟女のレッスン。はい、次サタン、人の揚げ。おいぞサタン、初めての正解になるんじゃないか。パンを取る。揚げパンになっちゃった。美味しいもんな。ジェル勉強してるから分からないとこ教えて。生きる理由かな。サタン勉強してるから分からないとこどこ。世界を救う方法。モモシ勉強してるから分からないとこ教えて。オタク君との未来。何言ってんの。ということで3人勉強してる気になれませんでした。了解。ということで今回もアホアホモンキーズの答えさらしていくぞ。お願いします。はい、まず英語、次の英文を日本語訳しなさい。彼は2003年に生まれたって意味だな。だがジェルの答え、彼は2003年に骨となった。全く逆の意味になっちゃったな。はい、次、グッドモーニング。こんなん誰でもわかるよな。だがサタンの答え、神の朝。何言ってんだお前。え、ゴッドモーニングなんで。グッドだバカ。はい、次、25以上で英語で自己紹介をしなさい。ひどすぎるジェルの答え、自分で言ってみろ。ハロー。ハロハロハロー。ハロー。ハロ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 ー。ハロー。ハロー。ハロ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 。 I am J。 お前マジぶん殴るぞ。ちゃんと25以上使いましたよ。9割ハローの自己紹介がどこにある。はい、次モモ。 My name is Momo. I'm a student. お、モモいいぞ。ハローハロ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 。お前もかい。はい、次、空欄を埋めて英文を完成させなさい。それはどういう意味ですか。だから What do you mean だな。だがジェルの答え、それどういう意味。おいジェル、うまいっすよね。うまいっすよねじゃねえよ。この珍解答結構有名らしいっすよ。珍解答界隈知らねえよ。はい、次サタン、一体どういうこと。はい、クソウザーいい。次モモ、遠藤優太。誰。あれ先生吹けました。吹けたよ。あいつら何言っても勉強やらねえんだもん。あーでも先生のおかげで登録者140万人超えましたよ。いやあいつらのバカさ加減のおかげだよ。まあ確かに。あ、そうだ先生、うん、もうそんな真面目にやらずお笑いの漫才と思ってやったらよくないですか。なるほど。はい、始まってまいりました。今回もアホの珍解答をさらしていきたいと思います。まず最初の問題はこちら。日本に鉄砲を伝えたのは何人か。コナン誰でも知ってますね。答えはポルトガル人。だけどジェルの答え、外国人。それを聞いてる。確かに外国人だけどね。それが誰か聞いてるんだよな。さあ続いてサタンの答え、鉄砲を伝えたのは何人か。愛人。誰の。鉄砲を伝える愛人やだね。はい、次モモ、鉄砲を伝えたのは何人か。人参。人じゃなくなっちゃった。人参が伝えたの鉄砲。はい。どんな風に。わかりません。だろうね。はい、次、江戸時代商業の中心地であった大阪は天下の何と呼ばれていたか。これ答えは天下の台所だな。だがジェルの答え、先生俺大阪出身なんでさすがにこれはわかりますよ。お、じゃあ答えてみろ。天下の便所。ちげえよ。天下の便所で完全にバカにされてるじゃねえかお前。はい、次サタンの答え、天下の USJ。 まだない。江戸時代に USJ やったら天下の USJ だろうな。はい、次モモ、君にとって人参は何なんだ。先生どうでした。ちょっと気が楽だったよ。え、よかったですね。ただ俺何の仕事してんだろうってなっちゃったね。トイ、今日お前が珍解答の当番だぞ。なんすか珍解答の当番って。先生帰ってストプリのリレー放送見るから。じゃあな。ちょい待て。はい、今回もスーパーアホアホブラザーズの答えさらしていきます。お願いします。今回は国語です。次の漢字の読みを答えなさい。これ大西洋ですね。だけどジェルの答え、大西洋。誰。僕の幼馴染じゃない人です。じゃあ誰。はい、今回もしっかりアホですね。はい、次こちらの漢字、これ親切ですね。簡単です。だけどサタンの答え、親切り。優しい言葉から急に怖い言葉になっちゃったよ。なんだ親切りって。はい、次の漢字こちら、羽毛ですね。ももちゃんの答え、ハゲ。来ると思った。じゃあももちゃんずっと羽毛布団をハゲ布団って呼んでたの。はい。
いい返事ですね。はい、次。こちらの漢字、姿ですね。ジェルの答えですが、大体わかります。これ絶対次女って読んだろ、お前。え、違います。嘘つけ、絶対上と下で次女だろ。お前の思考回路わかるもん。違いますよ。じゃあ答え、こちら。次女。なるほど、確かに上と下で次女だ。ただ漢字の読みを漢字で答えるという頭の悪さは思いつかなかった。俺の勝ち。俺の勝ちじゃねえよ、何のゲームしてんだ。はい、次。とりわけという言葉を使って文章を作りなさい。サタンの答え。焼き鳥分けてよ。うん、面白い。はい、次。並びにを使って文章を作りなさい。ジェルの答え。ならビニール袋使えば。どういう状況。なんか買い物行った時に。あ、聞いてない聞いてない。はい、次。それともを使って文章を作りなさい。ももちゃんの答え。それ友達じゃないよ。一体何があった。なんかお金貸してほしい。はい、今日はこの辺で終わります。ゆり。はい。今日お前がチン回答をさらしてくれないか。え、嫌です。無理。はい、今日は私ゆりがチン回答を担当します。お願いします。ゆりちゃん頑張れ。まず最初、英語ブレイクファーストの意味を答えなさい。簡単ですね、朝食って意味。でもサタンの答え。ぶっ壊せ早く。何言ってんの。いや、ブレイクで壊すでファストで早いなんで、ぶっ壊せ早くです。意味不明。次行きます。ゆりちゃんさっぱりしてんな。いや、これが本来正しいのかもしれない。はい、次の単語、これそのまんま E メールって意味ね。だけどジェルの答え。マイル。意味不明。次行きます。軽いなゆりちゃん。次の単語、こちら簡単よね。ゆりちゃん、これ私自信あります。あ、そうなの。あの動物のやつですよね。そう、答えてみて。そう。受ける。次行きます。軽いな。はい、次。あ、ラージシティ、これ大都市って意味ね。だけどジェルの答え。巨大キティちゃん。何それ意味不明。あのラージで巨大でキティでしょ。次行きます。スルースキルやばいなゆりちゃん。ガットの意味を答えなさい。これわからない人いるの。はい、サタンの答え。カツ。受ける。はい、次ジェル。カット。おもろ。はい、次ももちゃん。にゃにゃん。かわいい。はい、次。もうゆりちゃんは全部受け入れるスタイルなんだな。英文の意味を答えなさい。 Does he play tennis? 彼はテニスしますかって意味ね。だけどももちゃんの答え。ド S な彼のテニスプレイ。やっぱ草入る。今日はこの辺で終わります。ゆりどうだった、チン回答。受けました。軽。はい、どうも皆さんこんにちは、先生です。最近皆さんテスト期間だということで、この動画のバカな生徒を見ることによって私も頑張らなきゃと思ってくれれば幸いです。それでは今日も元気に珍回答をしっかりさらしていくぞ。お願いします。今回は江戸時代の歴史だ。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は何に任命されたか。これ答えは征夷大将軍だな。ダガジェルの答え。家政婦。なんでやねんお前。なんで勝利した徳川家康が家政婦に任命されるんだよ。誰の家政婦なんすかね。こっちが聞きてえわ。はい、次サタン。家康は何に任命された。ジムリーダー。なんで。ジムリーダーか。はい。家康はポケモントレーナーだったのか。カビゴン使いだったらしいです。はい、そうですか。はい、次、桃。家康は何に任命された。プリキュア。プリキュアだったのか、家康。先生、びっくりだよ、マジで。はい、次。江戸時代、町人の生活や文化を描いた絵画を何と言ったか。これ答えは浮世絵だな、ダガジェルの答え。ドラゴンボール。ね。ドラゴンボールは江戸時代にない。あ、ワンピースか。ワンピースもない。呪術廻戦。呪術廻戦もない。あらま。あらまじゃねえよ。これ浮世絵だからな、浮世絵。先生、私合ってます。お、じゃあ、桃の答え。父親。惜しいな、感じな。似てるけどな。はい、次。伊能忠敬は日本中を回り何を完成させたか。これ答えは日本地図だな。ダガジェルの答え。ジグソーパズル。しょぼいな、伊能忠敬。はい、次サタン。クロスワード。伊能忠敬なんだと思ってるのお前ら。てか日本中回る必要ねえじゃねえか。先生、私これ合ってます。あの地図のやつですよね。おじゃん、桃の答え。避けるチーズ。え、見てる皆さん、こんな風にならないようにテスト頑張ってください。じゃあおつじゃる。はい、みんな英語の授業を始めるぞ。お願いします。今日は特別にネイティブのダニエル先生に来ていただいた。 Hello everyone。 え、すごい、めっちゃごついけど。今回はダニエル先生の言った英文を聞き取って次の人に伝えていく英会話伝言ゲームをしたいと思う。なるほど。まずはジェルからだ。全員耳閉じろ。はい。よし、聞き取るぞ。カモン。 Is it okay to use it? ん？もう一回、もう一回ですか、すいません。 Is it okay to use it? Is it okay to use? ちょ、もう一回ですか。 Is it okay to use it? Is it okay to use? ちょっと待って、もう一回ですか。 Is it okay to use it? Is it okay to use? Is it okay? え、ちょっとすいません、もう一回ですか。 Is it okay to use? やばい、 Is it okay to use にしか聞こえないけど、これ合ってんのかな。まあいいか。 OK です、OK です。はい、じゃあ当に伝言。はい、カモン、ちゃんと聞き取った。多分、行くよ。Is it okay to use? は？もう一回行くよ。 Is it okay to use? Is it okay to use?うん、絶対ちげえだろお前。ガチだって。なんだよ、いじっておけつゆうじって。ちょ、もう一回言って。いじっておけつゆうじ。あ、いずいっとかな。いじってじゃないでしょ、多分それいずいっと。いや、いじってだよ。うるさい。でもう一回言って。いじっておけつゆうじ。おけつが分かんないんだよね。いずいっとおけつ。おけつってなんだよお前。おけつだったんだって。もう一回言って。いじっておけつゆうじ。いずいっとおけつ。おけつからが分かんない。おけつゆうじ。おけ、おけ、
なんだよ、おけつユージって。はい、もうダメだ、答えようぞ。お願いします。 Is it okay to use it? 全然違うじゃないか。今回もネイティブのダニエル先生の英文を聞いて次の人に伝えていく英会話伝言ゲームをしたいと思う。まずはジェルからだ。はい、よし、聞き取るぞ。お願いします。 It's a serious matter. シリ？シリ？もう一回お願いします。 It's a serious matter. It's a serious matter. いや、さすがに違うな。ちょ、もう一回お願いします。 It's a serious matter. It's a serious matter. もう、すいません、もう一回お願いします。 It's a serious matter. It's a serious matter. ちょっと、serious matter だけ何回か言ってもらっていいですか。 Serious matter.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  It's a serious matter. It's a serious matter. Serious. Serious. ちょ、ゆっくりお願いします。It's a serious matter. Serious matter. まあ、トーイさんなら聞き取ってくれるっしょ。 OK です。はい、次、トーイに伝言。はい、ほんと頼むぞ、お前。あ、大丈夫、大丈夫。行くよ。It's a serious matter. は？な、何言ってんの、お前。もっと合ってるんだって、行くよ。It's a serious matter. 何、It's a serious matter って。ちょ、マジそうなの。もう一回行くよ。It's a serious matter. お前、笑ってんじゃねえか。違う、そういう風に聞こえたの。ちょ、ちゃんと聞き取って頼む。It's a serious matter. あ、多分わかんないけど。多分 It's a serious matter。 あ、それ絶対それ。何でも serious を serious って聞き取んだよ。はい、統一、次サタンに伝言。はい、 OK、 come on、 行くよ。 It's a serious matter。 It's a serious matter。 え、バカの耳ってみんな同じなの。はい、今回もネイティブのダニエル先生の英文を聞いて次の人に伝えていく英会話伝言ゲームをするぞ。はい、まずはジェルから。 OK、 今日はマジ耳冴えてるんでお願いします。 Come on Mr. Daniel、 I have no pen to write。 もう一回お願いします。 I have no pen to write。 あは、ノーパンツライブ。すいません、もう一回お願いします。もう一回お願いします。 I have no pen to write。 あは、ノーパンツライブ。ちょっとすいません、もう一回お願いします。すいません、ほんとすいません。 I have no pen to write。 あは、ノーパンツライブ。ゆっくりお願いしていいですか。 I have no pen to write。 あは、ノーパンツライブ。ノーパンツライブってなんだろう。なんかノーパンツライブっていうイベントがあんのかもしれない、アメリカとか。うん、 OK っす。はい、トーニー伝言。はい、お前マジちゃんと発音しろよ。いや、今回はちゃんと英語になってる。お、じゃあお願いします。あは、ノーパンツライブ。お前真面目にやれよ。ちょ、本当に真面目にやってるの。もう一回いくよ。あは、ノーパンツライブ。ふざけんな、なんだよノーパンツライブって。ガチで聞こえたの。もう一回いくよ。あは、ノーパンツライブ。あはは多分 I have で、ノーパンツライブかわかんない。え、何ノーパンツライブって。ノーパンツライブで合ってんじゃない。合ってるわけねえだろ、どんな英文だよ。ちょ、もう一回言って。あは、ノーパンツライブ。ノーパンツライブがマジでわからん。ノーパンツ。ノーペンツ。ノーペンツかな。そうなるとトゥーライトだな。多分 I have no pen to write。 あ、絶対それ。マジかよ、お前。はい、次サタンに伝言。 Come on Mr. Toy。 ミスターじゃねえよ、はい、行くよ。 I have no pen to write。あは、ノーパンでランニング。何、お前ら耳呪われてんの。はい、今回もダニエル先生の英語を聞き取って次の人に伝える英会話伝言ゲームするぞ。最初がジェルだとゲームが成り立たないんで今回は遠いからだ。お願いします、ダニエル先生。じゃあ始めます。 Mike said I'm sorry。 Mike said I'm、 もう一回お願いします。 Mike said I'm sorry。 Mike said I'm sorry。 マイクはごめんなさいと言ってあった意味だな。 OK です。お、さすが遠いだな。次、モモに伝言。はい、 Come on Mr. Toy。 ミスターじゃないよ、じゃあ行くよ、モモちゃん。 Come on。 Mike said I'm sorry。もう一回。 Mike said I'm sorry。 あ、わかった。お、マジ、ちょ、言ってみて。 Mike said I'm sorry。 マジで。ちょ、もう一回言って。 Mike said I'm sorry。 な、何 Mike said I'm sorry。 ちょ、もう一回、ちょ、もう一回言うから、ちゃんと聞き取って。 OK。 Mike said I'm sorry。 Mike said I'm sorry。 ももちゃん、ちゃんとやって。いや、ちゃんとやってるよ。ちょ、じゃあゆっくりいくよ。Mike said I'm sorry。 Mike said I'm sorry。 もうなんだよ、 Mike said I'm sorry。 ちょ、部分的に行くよ、リピートして。 Mike said。 Mike said。 Mike said じゃない、 Mike said。 Mike said。 あ、そう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 、次行くよ。 I'm sorry。 I'm sorry。 あそこひどいな。 I'm sorry。 I'm sorry。 違う、 I'm sorry って何。もう一回いくよ。 I'm sorry。 I'm sorry。 あ、そうそうそう、でさっきのと合わせて Mike said I'm sorry。 Mike said I'm sorry。 あ、もうダメだ。あー、モモの成績特にひどいな。もう意味わかんねえもんな。どうしたらいいんだろう。あ、そうだ、モモ。何ですか。なんかオタクって勉強できる子がタイプらしいよ。あ、じゃあ私タイプでよかった。
は？はい、今回もスーパーモンキーブラザーズの答えさらしていくぞ。お願いします。今回は国語、久しぶりという言葉を使って文章を作りなさい。ジェルの答え、久しぶり食うかちょっと久々だからな、面白く感じちゃった。続いていくぞ。久しいという言葉を使って文章を作れ。もう一回ジェルの答え、久しいイカ食うか。お前も笑ってんじゃねえか。もう、はい、次、凄まじいという言葉を使って文章を作れ。サタンの答え、今日で80歳になる。凄まじい。誰だ凄まじい。知りません。だろうね。はい、次、うさんくさいを使って文章を作れ。桃の答え、父さんくさいよはい、面白いね今日もな。ありがとうございます。はい、次、のどかを使って文章を作れ。桃の答え、あなたの風はどこから。お前それ絶対のどからって言うだろう。私はのどからだろ、知ってる。のどからだろうね。はい、次、次の漢字の読みを答えなさい。簡単だな。のろうだ。だがサタンの答え、口ブラザー。なんだ口ブラザーって。口と兄なので口ブラザーです。そうか、これは口ブラザーなんだな。もう分かった、受け入れる。はい、次の漢字の読みを答えなさい。簡単だな。電鉄。だがジェルの答え、桃太郎。ということは桃太郎電鉄。先入りだよな。はい、次、お前らが今一番必要なこと、これ簡単だな、勉強だ。だが桃の答え、クソだるい。そっか、終わります。先生。あ、どうしました、水野先生。そちらの生徒3人ほど留年しそうなほど成績が悪いみたいじゃないですか。そうですね。もういっそ見放したらどうですか。失礼ですが水野先生、あの3人はやれば。いや、できないな。いや、そこ反論してほしかったんですけど。はい、今回もアホアホ戦隊チンパンジャーの答えさらしていくぞ。お願いします。はい、最初は英語。次の英文を訳しなさい。 I'm tired。 私は疲れましたという意味だな。ダガジェルの答え、私もです。会話するなはい、次、 I'm tired の意味。サタンの答え、私はタイヤです。タイヤなんだ。車のために回転します。その前に自分の頭回転させてくれ。はい、次、モモ、私は疲れ。おいぞモモ。いや、タイヤです。なんでやねん、なんで途中でそんな急カーブしたんや。タイヤだから。うまいこと言うな。はい、次、 He is too busy to go there。 彼は忙しすぎてそこに行けないって意味だな。だがジェルの答え、彼はブスすぎてそこに行けないどこだ、ブスすぎていけない場所は。モデルしかいない合コンです。あ、それは行きづらいわ。はい、次、サタンの答え、彼はブシすぎてそこに行けないブシすぎていけない場所、先生気になる。どこ。ナイトプールとかすかね。あ、ブシすぎる人はいかんな、ナイトプール。何の話だ。はい、次、モモ、彼は忙しすぎて。おいぞモモ、合ってるぞ。ブスのブシだった。なんだよね。はい、次、最後、25程度で英語で自己紹介をしなさい。これこないだひどかったからな、ちゃんとしろよ。はい、サタンの答え、I am Satan。 先生、俺はちゃんといろんな単語使って自己紹介しました。お、本当か。じゃあジェルの答え、 ABCDEFGHIJKLMNOPQRIAMJEL 先生。どうした、ジェル。なんか俺たちばっかりバカって言われてますけど、トーイさんとかバカじゃないんすか。あ、成績違法だぞ。嘘つかないでください。じゃあ俺テストしていいっすか、トーイさんに。あ、勝手にしろ。トーイさん。何？テスト受けろ。何急に。はい、皆さんこんにちは。今回はトーイさんの珍解答を晒していきたいと思います。お願いします。なんでこんなことになったんだ。はい、最初は次の漢字の読みを答えなさい。はい、トーイさんの答えどうぞ。え、嵐。残念、これ山風です。ちげえよ、しょっぱなから間違えちゃったね。間違えてんのおめえだよ。はい、次の漢字の読みを答えなさい。はい、トイさんの答え、え、鋼。残念、これ金岡でした。なんだよ金岡って。あの、これ採点者が頭おかしいから正解するの不可能じゃない。ヘリクツはやめなさい。はい、次の漢字の読みを答えて。じゃあ今これ答え変えていい。あ、しゃあなしな。あいつの頭的にこれ絶対砂じゃないよな。多分部位ごとに読んで石少な、石章だ多分。はい、答え石章。残念、砂です。なんでそこ普通やねん。ちょ、採点者変えてもらえませんかね。いいだろう、ここからは僕がやるよ。あ、お願いします。はい、次の漢字の読みを答えろ。遠いの答え、はい、加工。残念、カロエでした。なんだカロエって。よく見てください、カタカナのカトロとエです。先生チェンジで。はい、こっから私がやります。あ、お願いします。はい、次の漢字の読みを答えろ。はい、これは日直です。残念、これひじきです。ひじきひじきなんですね、これ。はい、次の漢字の読みを答えろ。貧乳。残念、お前でした。誰がお前や、この野郎。トーイ、英語のテストを受けてくれないか。なんで。特に理由はない。じゃあ断るわ。あれれ、トーイさん、もしかして英語に自信ないのかな。いいよ、分かった、受けてあげる。はい、ということで今回トーイさんの英語の珍解答を晒していきたいと思います。まあそれだよね、でも私全部分かったけど。まず最初の珍解答は、あいつの言い方クソうぜえな。次の単語の意味を答えなさい。はい、トーイさんの答え望む。残念、ほっぺです。ちげえよ、間違えちゃったね。おめえが間違えてんだよ。はい、次の単語の意味を答えよ。トゥモローなんで明日。残念、これトマローです。なんだトマローって。クラスのみんなにバカバレてるよ。おめえだよバカバレてんの。はい、次の単語こちら。これ答えは、ちょっと答え変えていい。あ、いいよ。あいつの頭的に絶対急ぐのハリーじゃないよな。多分そのまま読んでフリーだな。はい、答えフリー。残念、ハリーなんでポッターです。何言ってんの。
お前。ちゃんと勉強しよう。おめえだよ。ちょっと採点者変えて。私がやるよ。いや、ももちゃんも嫌なんだけど。ちゃんとやるから。はい、モンキーの意味を答えよ。はい、モンキーなんで猿。残念、マンとキーなんで男の鍵です。ちょっと何言ってるか分かんないですね。はい、次イマジンの意味を答えよ。想像する。残念、これイソジンです。すいません、この先生も頭おかしいです。ちょっと採点くらいちゃんとしようよ。もうこっから俺がちゃんとやるわ。お、ありがとうジェル、頼むわ。任せて。はい、次ジャパンの意味を答えよ。はい、日本。残念、日本です。合ってるだろお前。はい、次。はい、次じゃねえよ。日本と日本同じだろ。ヘリクツやめなさい。おめえだよ。はい、次ストアの意味を答えよ。店。残念、お店です。ちょっとさ、殴らせて。ちょ、すいませんでした。じゃあ学校行ってきます。あかね、待ちなさい。誰このおっさん。お父さんだ。え、マジダンディーになってんじゃん。あの、最近出番なさすぎてイラストリニューアルしたんだよ。あ、そうだったんだ。じゃあ行ってきます。え、反応薄くね。はい、今回も数少ないエンジン類の答えさらしてくぞ。お願いします。最初は国語、次の空欄を埋めて四字熟語を完成させなさい。これ答えは八方美人だな。だがサタンの答え、片方巨人。どういう状況だ。僕たちの中に巨人がいるかもしれないんです。あ、そうですか。はい、次。おい、ペトラ。俺ペトラじゃないぞ。はい、次の問題はこちら。これ答えは温故知新だな。だが桃の答え、温泉知識。何温泉知識って。温泉のことたくさん知ってること。すごいね、楽しそう。はい、次。この四字熟語、答えは事実無根だな。だがジェルの答え、事実。終わってるぞジェル。大根。なんでやねん。じゃ、一応聞きたい、あの事実大根どういう意味。たくあんが、たくあんって野菜があるのかなって思いきや、事実大根っていう時に使います。ちょ、意味わかんないな。はい、次。こちらの四字熟語、答えは危機一髪だな。続けてジェルの答え、危機。終わってるぞジェル。毛髪。なんでだよ。どういうことだ、危機毛髪。ハゲかけてることです。そうか。毛髪が危機なんだな。はい、次。惜しいという言葉を使って文章を作れ、サタンの答え、お、しいたけあんじゃん。いやしいという言葉を使って文章を作れ、桃の答え、いやしいたけ食べたくない。激しいという言葉を使って文章を作れ、ジェルの答え、ハゲ。しいたけ食べんかい。貧しいという言葉を使って文章を作れ、もう3人同時に言って。まずしいたけ食べようぜ。お前らもしかして兄弟か。あの先生。誰ですかおっさん。おっさん、おっさん、俺あかねの父親だぞ、失礼な。あ、そうでしたか、すいません。おっさん。ちょ、おっさんってなんでそれ。あ、すいません、で何ですか要件は。おっさん。おっさん、お、あ、まあいいわ、あかねにもっとツッコミやらせてくださいって言いに来たんですよ。わかりました、おっさん。ちょ、そのおっさんやめ。はい、ということで今回私がチンカイトをさらしていきます。お願いします。今回は理科です。植物の細胞の部位を答えなさい。最初はこの真ん中の部位、これ答えは核ですね。だけどももちゃんの答え、梅干し。ももちゃん、これ弁当箱じゃないよ。あ、違うの。うん、これ植物の細胞だよ。次の部位はこちら、これ答えは葉緑体ですね。だけどジェルの答え、ふりかけ。弁当箱じゃないっつったろ。あ、違うんだ。当たり前だろ、なんで弁当箱が理科に分類されるんだよ。はい、次、この白い部分、これ答えは液泡ですね。だけどサタンの答え、白子。白子、白子。白子かこれ。はい、確かにちょっと白子っぽいけどな。はい、次、昆虫類の特徴を一つ答えなさい。これ答えは外骨格を持ってるとか足が6本あるとかですね。だけどジェルの答え、キモい。確かに昆虫キモいの多いけど、特徴だから、お前の感想じゃねえから。はい、次サタンの答え、マジで深い。だからおめえの感想言うんじゃねえよ。はい、次ももちゃんの答え、おいしい。あんま触れたくないんで次行きます。水中の生物の呼吸法を答えなさい。これ答えはエラ呼吸ですね。だけどジェルの答え、水の呼吸。うん、確かに水の中だけどね。うん、鬼はいないからわざとさないで。はい、次サタンの答え、口呼吸。鼻詰まってんのかな。うん、はい、次ももちゃんの答え、え、お、え、合ってるよ。はい、次エロ呼吸。何エロ呼吸。オタク、はい、チンカイトやってくれ。とうとう俺の番来ましたか。ああ、頼んだ。でも俺ちょっと優しめになっちゃうと思いますよ。じゃあちょっと厳しめでやってくれ。わかりました。はい、皆さん、今回は私オタクがチンカイトをさらしていきます。とうとうオタクくんか、どうなるんだろう。あの、俺自身が怒ったり手出したりしないんでよろしくお願いします。まあオタクくん優しいもんな。今回は英語、ツリーの意味を答えなさい。サタン氏の答え、はい、ツリープログラム起動。何これ何これ、ちょっと待って、え、何これ。あれ、オタク君過去一暴力的だよ。俺自身は手出してないんで。はい、次行きます。あ、そういうこと。アイアンの意味を答えなさい。ジェル氏の答え、いらん。え、待って、え、違うの。え、ちょ待って待って、ちょ、ふざけてないんだよこれ。ええー、つか俺サタンより砲弾近くね。ちょっと待って、やばいな、これ過去一厳しいなこれ。はい、次、エニーの意味を答えなさい。サタン氏の答え、アニー。え、違うの、ちょっと待って、僕本当に真剣なんだね。ちょっと待って待って待って、すごいな。すごいなこれ。ちょっとイライラさせられてきた私としては爽快だけど。はい、次の文を過去形にしなさい。ジェル氏の答え、アイリブイン東京の過去形でしょ。東京の過去ってことはアイリブインエド。ちょ待って、違うのこれ、違う。オタク待って待って、てか俺の時毎回顔近くね。あー、すごい、だいぶ吹っ飛んでた。はい、次の文を日本語訳しなさい。 I have brothers。 サタン氏の答え、私はちょ待ってね、私はブラジャーを持ってます。ちょっと待って、
待って、これ本当に真剣なんだって。僕待って待ってはい、意外にもオタク君かっこいいち厳しかったですね。皆さんこんにちは。今回も私オタクが珍解答をさらしていきます。お願いします。あと昨日ちょっとやりすぎたので今回は武力行使しないで安心してください。やったー。2名ほどすごい嬉しそうなやついるな。今回は国語、次の漢字の読みを答えなさい。はい、ジェルシの答え。耳心。あ、違いますね。あ、マジ残念。オタク昨日と同じようにやってくれ。了解です。え、ちょ待って、聞いてない聞いてない。え、どういうこと。いやさあ復活しました、地獄のオタクワールド。はい、次の漢字の読みを答えなさい。サタン氏の答え。ちょっと待ってね。これはなんていうんだ、これ左がわかんない。ぬカタカナのぬぬだから、ぬぬこ。ちょっと待って、僕真剣なんだって。ふざけてるわけじゃないの。ちょっと待って待って、本当お願いで。いけー、容赦ないですね、オタクくん。はい、次の漢字の読みを答えなさい。ジェル氏の答え。オタクくん、ちょっと待って、これ本当にわかんなくてちょっとヒントもらえないかな。了解。これの読みは漢字の形に注目したらわかるよ。あー、なるほど。この形ってことは、あ、わかった、テトリス。違うのこれ、絶対形的にテトリスでしょ。待って違う。あなんでテトリスって読む漢字があると思ってんだあいつ。はい、次、大まかという言葉を使って文章を作りなさい。サタン氏の答え。もうふざけません、僕は痛いの嫌なんで。いきます。おー、魔界だ。ちょっと待ってください、僕の中では正解なんです。僕の中では正解。お願い、ちょっと待って。いやー、なんで僕の中では正解って。はい、次、素敵という言葉を使って文章を作れ。ジェルシの答え。俺ももう正解させてもらいます。痛いの嫌なんで。魔法のステッキよ。いやー、フラグ回収が早い。ジェル、どうした、サタン。何やってんだあいつら。僕らそろそろ勉強しないとかなりやばいと思うんだよね。確かにね、置いてかれるし、何よりマジで抹消される。お、やっとあいつらやる気になったか。今日から厳しい珍解答さらしはなしだな。で、いつから勉強する。再来週でしょ。オッケー、再来週、いや来月でよくない。いいね。つかも来年でよくない。確かにね。てかもう10年後でよくない。あ、10年後にしろ、ちょうどいい10年後。はい、ということで今回も私オタクが珍解答をされします。お願いします。今日もスパルタオタクワールドかな。今回は英語、 How という言葉を使って英文を作りなさい。ジェルシの答え。ハウルの動くしろ。あれ、何もなしってことは俺もしかして正解。やった。あ、今回もスパルタだね。はい、次、メイという言葉を使って英文を作りなさい。サタン氏の答え。僕これは自信ありますよ。いきますよ。サツキとメイ。ちょ待て待て、ほんとちょ待ってください、本当に。あ、もう撃たれるやつだこれ、撃たれるやつだ、撃たれない、おー潰されるやつだ。パー、今回潰される系多いな。はい、次、ジェルシー。ちょっとまだ潰れてるんで戻しますね。あいつの体どうなってんだ。はい、イエスという言葉を使って英文を作りなさい。ジェルシーの答え。Oh yes, oh yes, yes, great, oh yes, yes, nice, oh yes。 トイシも制裁加えてみる。え、やってみたい。はい、これ武器。ありがとう。これで覗いて標準を合わせて、えい。あ、銃って楽しい。エペックスやってみよう。先生。あ、どうしました遠いママ。クラスのバカな生徒がなかなか勉強しないらしいじゃないですか。そうですね、手こずってますね。教育が甘いのではないですか。うん、最近武力行使してるんですけどね、まだ甘いですかね。ここは私に任せてください。あ、お願いします。はい、今回は私が珍解答をさらしていきます。何やってんのお母さん。次の漢字の読みを答えなさい。はい、ジェル君の答え。金にハットロなんで答えは金ハロー。あー、お母さん超能力で制裁加えるパターンだ。はい、次いきます。淡々としてるな。次の漢字の読みを答えなさい。はい、サタン君の答え。これに関しては簡単だ。思いに腹なんで答えはデブ。あー、熱い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 、やけどするやけどする。よー、やけどのレベルじゃねえけどな。はい、次の漢字こちら。ジェル君の答え。ハム式。うわー、あー、すごい飛んでった。はい、次の漢字こちら。サタン君の答え。月カカカ。これはさすがに僕も間違えて分かってました。月カカカはないですよね。あー、何来るかな。あー、何来る、なんかドラゴン来た。あー、熱い。お母さんドラゴン使いでもあるんだな。はい、次、怒りの感情が出るという慣用句を完成させなさい。これ答えは腹が立つですね。だけどジェル君の答え。クララが立つ。これは僕も間違えて分かってます。クララが立つなんてありえないですもんね。はい、どうぞ、もうお好きにしてください僕の体。あ、ドラゴン来た。俺も炎か、俺も炎かと思ったら連れてかれた。オタクくんとお母さんどっちが強いんだろうな。オタク、はい、モモに勉強教えてやってくれないか。え、なんで。最近ほったらかしだし、もうオタクしかいないんだよ。あ、わかりました。ありがとうオタク。モモが大好きなオタクくんとだったら勉強必死にやるだろうしな。あ、モモシ、どうしたの。オタクくん呼び出して、もしかして私に告白。あ、勉強しようと思って。勉強って何の勉強。
あ、普通の勉強。あ、そうなんだ。あ、なんかごめんね。じゃあ問題出す形式でやっていくね。今回は英語、問題は英単語。あ、ちょちょ、モモス近いよ。あ、ごめんごめん。じゃあいくよ。クールの意味を答えなさい。はい、どうぞ。オタクくん。あ、違うね。これかっこいいって意味だね。じゃあオタクくんで正解じゃん。あ、オッケー、ありがとう。うん、次いくね。パーフェクトの意味を答え。オタクくん。セクシーの意味を。オタクくん。グレートの意味。オタクくん。もう全部俺じゃん。なんでクールパーフェクトセクシーグレート全部オタクくんのためにある言葉でしょ。あ、うん、ありがとう。嬉しいんだけど、あ、もうちょっと近い近い近い。あ、ごめん。うん、謝るなら離れて。あ、ごめんね。じゃあ次行くね。あの、オタクって答えのなしで行こう。はい。キュートの意味を答えなさい。私。あー、これは私じゃなくて、あの、可愛いって意味だから。え、何じゃ、私がキュートじゃないってこと。いや、そういう意味じゃなくて。どうしてそんなこと言うの、オタクくん。違う、モモシ。あの、モモシはキュートだよ、モモシは。あ、ありがとう、嬉しい。あ、落ち着いた。うん、じゃあ次行くね。プリティの意味を答えなさい。私。あ、ちょっとこれもうきついな。オタク、モモとの勉強どうだった？あの、シンプルに怖かったですね。どうしたんですか先生。いや、最近の武力行使のおかげでジェルサタの成績上がってるんだけど、モモがな。あ、女の子だから武力行使してないですもんね。武力じゃなくモモに制裁を加える方法何かないかな。あ、いい方法ありますよ。お、本当か。はい、ということで今回茜のお父さんがチンカイトをさらしていきます。お願いします。お父さん頼んだ。最初は漢字の書き取りです。美人という漢字を書きなさい。はい、モモちゃんの答え。私。お父さん出番来たよ。女の子に武力を使わず制裁を加える方法、それは、はぁ、くっさー。お父さんのめちゃくちゃ臭い講師。はぁ、いや、お父さんの息がこんなとこで役に立つとは。はい、次、天才の漢字を書きなさい。はい、サタン君の答え。僕。あ、また来たよ、また来たよ。臭いよ、サタン、想像の100倍臭いよ。うん、たかが息だろ。はぁ、いやー、くっさー。だから言ったのに。はい、次、絶望という漢字を書きなさい。ジェル君の答え。お前の息。ゼル、お前いいのそんなことやって。いや、俺慣れてるから大丈夫だよ。あ、本当だ、耐えてる、すごい。いや、こんなん慣れだよね。つか、たかが匂いでそんな。あー、やっぱ死ぬ。あ、倒れた。やっぱ耐えるのなんて無理なんだって、この兵器。はい、次、この漢字の読みを答えなさい。ももちゃんの答え。これはあの、私じゃないもんね。これはあの、美女です。正解。お父さんの息すげー。はい、ということで今回もチンカイトをお父さんが晒していきます。お願いします。お父さん今日も頼んだ。はい、最初、金金という言葉を使って文章を作りなさい。サタン君の答え。金金ないのよ。いいのかサタン、そんなにふざけて。世界最悪の兵器来るぞ。いいのかお前。今日の僕は無敵スキルを持っている。ゆえにどんな攻撃も。くっさー。くかくか。効果抜群じゃねえか。はい、次、およびを使って文章を作りなさい。ジェル君の答え。およびですか、坊ちゃん。おジェル、いいのか。お前もそんなにふざけて。お前昨日耐えれなかったろ。ふん、耐えれるようにガスマスクを持ってきた。あ、それは強い。さあ来い。はぁ。効かないな。ちょ待って、マスク飛ばされた。ちょ待って、あかん。くっさ。ガスマスク飛ばす風力もあるんだな。最強じゃん。てかちょっとこっちまで匂い来たな。ちょっと誰か窓開けて、換気しよう。やばい。なんだ、アカネ、お父さんのことバカにしてんのか。いや、なんでね、してねえよ。じゃあアカネに問題出すぞ。なんでやねん。まあ答えられるしいいけど。じゃあ行くぞ。カマビスシーという言葉を使って文章を作りなさい。何、カマビスシー。答えられるんだろ。いや、レベル違いすぎない私の時だけ。え、待って、カマビスシーなんだろう。とても辛くて、カマビスシー。じゃあ待って待って、理不尽でしょ。私だけむずすぎない。何、カマビスシー。聞いたことないんだけど。が出しちゃいけない声出そうなんで、終わります。はい、ということで今回もチンカイドを晒していきます。お願いします。昨日マジで辛かったな。はい、今回は英語、ウォーリーの意味を答えなさい。はい、サタン君の答え。ウォーリーを探せ。おい、サタン、お前何回ふざけんだ。お前またやられるぞ。いいのか。うん、今回僕は超特別マスクを作ってきた。これをつければ絶対に。くっさー、ちょっと待って、まだつけてないんですけど。あいつ本当バカだな。はい、次、リアルの意味を答えなさい。ジェル君の答え。リアルゴールド。おい、ジェル、お前もいいのか、そんなにふざけて。マジこれ以上やると鼻ぶっ壊れるぞ。ふん、今回俺は秘密道具を作ってきた。その名も口臭バリア。あ、すごい、それなら防げる。さあ来いよ、ウッサン、これならその口臭もこっちまで届かないぜ。って、あれあれあれ、クッサー、近い分さらに臭い。こう、確かに普通に上側から来たよな。はい、次、ケームという単語を使って英文を作りなさい。ももちゃんの答え。カメムシ。ももちゃん、いいの、これ女の子でも容赦なく来るよ。大丈夫、私消臭スプレー持ってきたから。なるほど。さあ来い。言い残すことはあるか、小娘。お前に勝つ。危機感の欠如、哀れだな。うっくー、私は負けない。何この少年漫画。やりおるの、小娘。仕方ない、あれを使うか。何、まだなんか技あんの。ヒギ、近づく。うわー、くっさー。近
近づくだけでそんな威力上がるんだ。ここまで技を出したのは久方ぶりよ。いや、ただの講習だろ。はい、ということで今回私トイが珍怪盗をさらしていきます。昨日で珍怪盗終わったと思ったでしょ。みんな珍怪盗は不滅です。今回は英語シュガーの意味を答えなさい。はい、ゼルの答え。スガ。違う。マジ？シュガーだよ。ちょっとリピートしてみて。シュガー。スガ。シュガー。スガ。シュガー。スガー。ソーリー。はい、次。Make yourself at home。くつろいでくださいという意味ですね。だけどサタンの答え。家でお前自身を作り出せ。少年漫画のワンシーンみたいだね。はい、次。You are welcome。どういたしましてという意味ですね。だけどももちゃんの答え。あなたはウィル・スミスです。ちょっと何言ってるか分かんないですね。はい、次。AI は何の略か答えなさい。これ答えはアーティフィシャルインテリジェンスですね。だけどジェルの答え。会いに行くよ。うん、そんなわけないよね。はい、次サタンの答え。歩いて行くよ。何その切ない行くよシリーズ。はい、次ももちゃんの答え。アンチョビが生きがい。はい、次行きます。できるという意味のキャンを使って英文を作りなさい。ももちゃんの答え。I like カンキャリー。ももちゃんカンじゃなくてキャンだよ。はい、次サタンの答え。感動した。あ、トウシ、待って待って、いや、ちょ、ほんと落ち着いて、うん、感動したないよね、感動したないよね、ごめんなさい。あ、はい、次、キャンを使った文章、ジェルの答え。あかんわ。ちょ、待って、トウシさん、許しが許しがさい、お願いします。ちょ、なになに、怖い怖い怖い。吹き出しカモン。最近俺、珍怪盗の担当やってねえな。久々にやるか。あー、やるか。あー、嫌だな。バカの相手やらな。やるか。ああ、やるか。はい、ということで今回もアホアホ御三家の答えさらしていくぞ。お願いします。今回は数学、最初の問題は 2×3 は。はい、ジェルの答え。え、むずいっす。簡単だジェル、2が3個あるってことだ。あ、分かった。2が3個ってことは222。おい、バツ。はい、次サタンの答え。ジェルはバカだな。2が3個じゃないよ、3が2つだ。おい、バツ。はい、次モモの答え。あのさ、2人とも掛け算って覚えるもんだから、21が2、2人が4ってやったでしょ。あ、全くその通りだ。モモ、答えてやって。だから23が97。なんでだよ。2人が4との間に何があった。はい、次5÷1を答えなさい。サタンの答え。51で割るんでこうですね。こうですねじゃねえよ。確かに51で割っとるけどな。そういうことじゃない。はい、次。たけし君は100円あります。親から200円もらうといくらになりますか。はい、ジェルの答え。パチンコでさらに増えて8000円。たけし君はパチンコしない。はい、次サタンの答え。カジノでさらに増えて800万。お前らどんだけたけし君をギャンブラーにしたいんだ。はい、次モモの答え。株で失敗し借金8000億円。たけし君の人生やばいなおい。キングボンビーついてもそんなんならんぞ。はい、次。時速30キロの車は2時間で何キロ進みますか。はい、ジェル答えてみろ。測りましょう。測りましょうじゃねえよ。お前が答えるんだ。あ、そういうことか。はい、次サタンの答え。30キロで2時間で何キロ進むかでしょ。あがった、120分。はい、意味不明。次モモの答え。直角三角形。先生も頭おかしくなりそうなんで終わります。はい、今日は何のひねりもなく俺が珍怪盗をするします。お願いします。今更だけど、なんでみんな普通に号令してるんだろうな。ちょっと聞いてみるか。武田くん、何この珍怪盗の授業どう思ってる。自習時間。あ、そういうことだったんだ。今回は国語、真面目という言葉を使って文章を作りなさい。ジェル君の答え。真面目だか、可愛い。熱い熱い、やっぱ口中だけじゃなくてこれもきつい。それ火だしね。はい、次。もしやという言葉を使って文章を作りなさい。サタン氏の答え。もしもし、山本。ちょっと待って、寒い、冷たい、この時期の水が冷たいか。この時期の水は辛いね。はい、次。のびのびを使って文章を作りなさい。ジェル氏の答え。のびのびた。あれ、オタ君どこ行ったの。これもしや俺。正解か。どう持ってきてんだろう、あの車。はい、次。そこそこを使って文章を作りなさい。サタン氏の答え。そこ、そこよ、そこそこ。完全下ネタだよな、それ。はい、次。もともとを使って文章を作りなさい。ジェル氏の答え。もっと、もっとちょうだい、もっと、もっと。アニメじゃなかったら だいぶグロいよな、これ。はい、次。おのおのを使って文章を作りなさい。サタン氏の答え。Oh no! こいつらちょっと下ネタチックなハマってんのかな。次、たまにという言葉を使って文章を作りなさい。ジェル氏の答え。はい。下ネタダメだよ。はい、もう言いません。そんな幼稚なの。いきます。たまに直撃。何これ。はぁ、くっせー。最近お父さんよく出るな。先生。あ、どうしました、遠いママ。最近授業を生徒にやらせてるみたいじゃないですか。あ、珍怪盗晒す時だけ任せてますね。そんなのダメですよ。あ、すいません、ちゃんと私が。私にもやらせてください。あ、そういう感じ。はい、ということで今回は遠いママが珍怪盗晒していきます。お母さん動画出たいのかな。今回は間違えた時の制裁は優しめにしたいと思います。お、やったじゃん。まず英語、アップルの意味を答えなさい。ジェル君の答え。アップルペン。あれ、なんかやばいの降ってきたよ。隕石降ってきたよ、遠いママ。全然優しくないじゃん。過去一厳しいじゃん。ちょっと待って。お
母さん隕石降らされるんだな。はい、次ミュージックの意味を答えなさい。サタン君の答え、ミュージックステーション。なにこれ、寒い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 。お母さんに操れない属性あんのかな。はい、次スモールの意味を答えなさい。ジェル君の答え、はい、隕石直撃してなんで生きてんだ。スモールライト。あ、なにこの黒いの、やばいやばい、なんかやばそうだろ。あれ、これもしやブラックホール的な、ブラックホール的な、やっぱブラックホールだ。お母さんブラックホール出せるんだ。その力で争いとかなくせそうだけどね。はい、次学校を英語で書きなさい。サタン君の答え、はい、お前さっきバラバラになってなかった。学校だるい。あー、どんな攻撃来るかな、怖いな。なんか腕出てきた。んがー、痛い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 。何これ、何の腕だ。はい、次宿題を英語で書きなさい。ジェル君の答え、はい、お前どうやってブラックホールから出てきた。宿題はめんどい。召喚、分身、発射。おぉ、キャー、火山砲。ちょ、やばい、避難しよう、みんな。はい、皆さんこんにちは。今回はね、クリスマスですがね、私が授業していきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんであんたが先生やってんだ。はい、まずクリスマスとはどういう日ですか。はい、遠いさんの答え、え、恋人と過ごす日。違います、ただの平日です。それお前の感想だろ。はい、次クリスマスに恋人と過ごす利点を答えなさい。お前カップル羨ましいだけだろ。はい、トウジさんの答え、まあ、特別な日なんでより気持ちを伝えやすいんじゃないですかね。幸せそうでいいね。明らかに妬んでんじゃん。ちなみに私恋人いねえからな。いや、妬んでないから、そういう勘違いやめて。あ、すいません。はい、次の問題、クリスマスに一人で過ごして何が悪いんですか。やっぱ明らかに妬んでんだろお前。はい、トウジさん答えて。別に悪くないですよ。正解、過去一大きい正解出たな。はい、次の文章の空欄を埋めなさい。クリスマスぼっちでも、はい、トヨさん答えて。クリスマスぼっちでもいいじゃん。正解。なんだこの問題。はい、次リア充は何、爆発しろ。正解。つかクリスマスより年末派。大正解。なんだこの授業。はい、最後クリスマスプレゼントで欲しいものは、え、寒いし、うん、マフラーとか。恋人です。結局欲しいんかい。いや、今年は教師として充実した一年だったな。春は生徒のことを知りながら授業をし、夏は一緒に思い出も作れて、秋からは珍解答や珍解答や珍解答や珍解答なんかしたな。ってことで最後まで珍解答さらしていくぞ。お願いします。はい、まず英語の OMG は何の略か答えなさい。これ答えは Oh my God だな。ダカジェルの答え、お前はもっと頑張れるよ。どういう状況だ。はい、次サタンの答え、お母さん、マジで、ごめん。お前らさっきから何のドラマやってんだ。はい、次モモの答え、お前もドラマチェックにすんなよ。お尻もっとゴシゴシして。はい、次行きます。古典のアリケリはどういう意味か答えなさい。ジェルの答え、アリに蹴り入れる。なわけねえだろ、お前に蹴り入れっぞ。すいません。はい、次糸お菓子はどういう意味か答えなさい。サタンの答え、糸でしょ、糸にお菓子だから糸っぽいお菓子でしょ。わかった、ベビースターラーメン。あー、もう先生なんか悲しくなってきたな。先生勉強頑張って教えたつもりなんだけどな。はい、次空欄を埋めて無駄話をして仕事を怠けるという意味の慣用句を完成させなさい。これ答えは油を売るだな。ダガジェルの答え、仲間を売る。仲間を売っちゃいけないな。うん。はい、次サタンの答え、ちょっとわかんないっす。これヒントは漢字一文字だ。漢字一文字、あ、わかった、体を売る。はい、バカ。次モモの答え、油。お、桃合ってるぞ。ゼミを売る。油ゼミ売っちゃった。ちょ、純粋な疑問なんだけど、お前らどうやって高校入ったの。おい、お前ら成績悪いぞ。冬休みちゃんと勉強してたのか。ちゃんとしましたよ、3人集まって。そうだそうだ。M 集まって何やったんだ。それはあれだよね、やったな、桃鉄とか。あ、はい、今回も珍解答ボケナスブラザーズの答えさらしていくぞ。お願いします。まずは国語、仮にを使って文章を作りなさい。はい、ジェルの答え、仮に行こうぜ。はい、しっかりうざいな。はい、次デモを使って文章を作りなさい。サタンの答え、デモに行こうぜ。あー、もう年明けから先生シェア増えそうだな。はい、次もしを使って文章を作りなさい。モモの答え、もしに行こうぜ。お前らお前らほんとうざいな、マジで。それ答え打ち合わせしてんのか。もう何も答えねえし、もう次行くわ。トイレを表す WC は何の略か答えなさい。これ答えはウォータークローゼットだな。だがジェルの答え、わし健康やで。お前笑ってるじゃねえか。おい、すいません、さすがにないっすよね。もういい。はい、次サターンの答え、わし公務員やで。だから何なんだそのカミングアウト。はい、次モモの答え、私キモいで。うん、キモい。はい、次行くぞ。空欄を埋めて四字熟語を完成させなさい。これ答えは弱肉強食だな。だがサタンの答え、
豚肉完食。お腹いっぱいになったかな。はい次、これ答えは本末転倒だな。ダガジェルの答え本棚転倒、気をつけてな。はい次、これ答えは大胆不敵だな。だが桃の答え大便不要。はい終わります。今年も先生大変そうだな。そこのお嬢さん、よかったらホストで一緒にお酒飲みませんか。すいません、お酒興味ないです。ああそうですか。ああ最近の若者はどうしてお酒や夜の遊びに興味がないんだ。そうだ、これはもう俺が先生になって教えるしかない。はいということで、今回は現役ホストのジェルモンドが授業していきたいと思います。何やってんだあいつ。はい号令お願いします。みんな言い方が違う。お願いします。お願いします。もっと息をつけて。お願いします。お願いします。 OK パーフェクト仕上がり。なんなんこれ。はいまず次の漢字の読みを答えなさい。はい伊藤さん答えて。だから残念、お酒です。ちげえよ。それはないだろう。それはないだろう。それはないだろう。よく考えて。はい豊さん、お酒食い。なんでやねん。この授業は問題間違えたらお酒食いだからね。どんな授業だよ。そんで私未成年設定だから。中の人は24の男だから大丈夫。そういうこと言うな。はいグイ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 よしこい。グイ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 よしこい。飲んだ飲んだ。はい続いていきますよ。次の漢字の読みを答えなさい。はい豊さんの答え。これ幸福だけど、これ絶対流れ的にお酒。残念、飲み会です。わかるか。遠い飲んでなくないウォンウォン。遠い飲んでなくないウォンウォン。わかった、飲む飲む。てかさ、気になるんだけど、なんでクラスメイトのみんなも乗ってんのこれに。え、なに、僕たちのせいにしてんのこれ。それはないよね。ないわ。え、それはないだろう。それはないだろう。わかった、飲む飲む。しかもこれ授業じゃなくてただの飲み会じゃねえかおい。はい次の問題こちら。まだ続くんか。これ天国でしょ。でもあいつの頭的にホストやってるから。ホスト正解。あやったよかった。正解したらあグッド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 参りましょう。結局飲むんかい。遠い。何ですか先生。最近俺遠いをただの生徒として見ることができなくなってきたんだ。え、どういうことですか。俺と交代してチンカイトの先生やってくれ。やっぱりかーい。はいということで、今回も IQ2 トリオの答え晒していきます。お願いします。はい今回は英語ディレイトの意味を答えなさい。ハイジェルの答え、出れて。はいざいサイトの意味を答えなさい。して。ノートの意味を答えな。乗って。今年は体術も極めていこうと思います。はい次、コールドの意味を答えなさい。サタンの答え。これあれですよね、冷たいやつですよね。あすごいすごい合ってる。さあ答えて。コールド。あそうきたか。はい次、チャイルドの意味を答えなさい。チルド。コールドの意味。ホルド。はい次、ナッシングの意味を答えなさい。ももちゃんの答え。トイさんの胸。はい次、 I play with cats を未来形にしなさい。ジェルの答え。未来形ってことは未来のことっしょ。ってことは I play with ドラえもん。なんでそうなった。猫の未来は猫型ロボットだから。ちょ何言ってるか分かんない。はい次、 I eat beans を未来形にしなさい。はいサタンの答え。beans は豆でしょ。で beans の未来形だからI eat納豆。豆のね、未来はね、納豆になるって思ったんだね。はい。うんすごい。はい次、次の英単語を正しく並び替えなさい。これ並び替えだからわかると思うけど。はいももちゃんの答え。はい。うん答える以前の問題だねお前ら。トイ。何。最近僕頭悪いキャラになってる気するんだけど、気のせい。気のせいじゃないよ、れっきとしたバカだもん。あそんな言うなら僕が今回チンカイトを晒していきます。なんでそうなる。はいまずトイに問題で答えられるかな。私かい。まああいつの問題らし簡単でしょう。この言葉の意味を答えよ。何語。おやおや余裕ぶっていたトイ、わからないのか。いや絶対お前が適当に作った言葉だろ。さあ早く答えてみろよ賢いトイさん。マジうぜえなこいつ。いや分かるわけないでしょ。もう適当にリンゴ。なぜわかる。合ってたんかい。貴様もしやウェルデア族か。何ウェルデア族。いやそんなはずはない。次だ。はいこの言葉の意味を答えよ。もうただの落書きじゃねえか。さあ早く答えよ。じゃあなんか太陽っぽいんで。太陽。なぜわかる。また合ってんのかい。やはり貴様ウェルデア族だったのか。だから何なんだウェルデア族。いやウェルデア族が生き残ってるわけない。次の問題だ。ペポピリア王国を滅ぼしたのは何族だ。何ペポピリア王国。すげえ言いづらいし。そんなことも知らないのか。ペッポピリア王国か。おめえも全然言えてねえじゃないか。さあ答えろ。ペッポピリア王国を滅ぼしたのは何族だ。知らねえよ。じゃあウェルデア族。なぜわかる。合ってんのかい。確かに貴様ウェルデア族の特徴とぴったしだ。何ウェルデア族の特徴。ウェルデア族はな、男女関係なく胸の膨らみがないんだ。ウェルデア族なめんな。
そこのお嬢さん、よかったらホストいかが？すいません、そういう気分じゃないです。何テンション低いね。あそこのお嬢さん、よかったらクラブでダンスしない？いや、そんな元気ないです。なんだ、最近みんなネガティブだな。これはもう俺が元気になる授業するしかないな。はい、今回もナンバーワンホスト、ジェルモンドが授業していきたいと思います。お願いします。みんな元気ないよ、もっともっとポジティブに。テンション上げ上げオネッシャス！テンション上げ上げオネッシャス！マジうるせえな、こいつの授業。みんな授業なんでね、脳みそ使っていきますよ。ただ、テンション低いのノーノーノー、問題解くのはノーノーノー。テンション低いのノーノーノー、問題解くのはノーノーノー。ベリーグッド。はよ授業やれや。はい、まず元気という漢字の読みを答えなさい。もう今言ったぞ答え。はい、トヨさん答えて。え、元気。違います、これ答えは元気が一番です。ああ、そういう感じね、もううざいなこいつ。はい、リピートアフタミー。元元元気が一番。元元元気が一番。ベリーグッド。なんでみんなも当然のように乗ってんの。はい、次、人生という漢字の読みを答えなさい。だからもう答え言ってんだって。お前、はい、トヨさん答えて。はい、人生。違います、人生は楽しむものです。国語じゃねえじゃんこれ。はい、リピートアフタミー。人生はエンジョイエンジョイするものです。人生はエンジョイエンジョイするものです。ポジティブシンキング、はい。ポジティブシンキング、はい。くよくよしたってしょうがないでしょ。くよくよしたってしょうがないでしょ。ポジティブラブラブ大丈夫。ポジティブラブラブ大丈夫。ちょっとね、元気出てきた。オタク、はい。お前なんで呼び出されたか分かってるよな。え、わかんないです。お前今年入ってチンカイトを晒してないな。あ、そこね。はい、ということで今年初オタクがチンカイトを晒します。お願いします。さあ、今年のオタクくんも厳しいのかな。え、今回は英単語センスの意味を答えな。采配印の答え、先生。あ、今年もちゃんと厳しくてよかった。はい、次、ワーの意味を答えな。採サタン氏の答え、わー。あれ、オタクくん外しちゃったよ。もしかして今年のオタクくんはおっちょこちょいかな。それブーメランだよ。え、かー。今のおもろいな。はい、次、アウェアの意味を答えなさい。ジェルシの答え、哀れ。あ、なんだこいつ、なんだこいつ。いや、これ絶対銃で撃ってくるやつか、これな。うん、そうだよな。痛い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 。普通に殴られるだけ。痛い痛い。そして長い。あれ、人間かロボットどっちなんだろう。はい、次、メジャーの意味を答えなさい。サタン氏の答え、魔女。あ、来た来たこいつ、来たよこいつ。僕も殴られるかな。なんだなんだろう。あ、切られんのかい。普通に真っ二つなったぞおい。はい、次、ビロングの意味を答えなさい。ジェルシの答え、オタクくん、これ俺当てさせてもらいます。ベロン。あ、来た来たこの人、来た来た、何来る何から。ザハシンプルなタックル。今年もしっかり制裁していきましょう。あ、どうしました源先生。いや、この後バカのチンカイトを晒すんですけど、また精神やられそうだなと思って。そういう時は声を出してストレス発散しましょう。声を出す、なるほど、やってみます。はい、ということで今回もチンカイトを晒していくぞ。お願いします。今回は国語、尊敬語のなさるを使って文章を作りなさい。ジェルの答え、アホなさる。あー、先生どうした、大丈夫か。はい、次、くださるを使って文章を作りなさい。サタンの答え、ラクダ、サル、どっち好き。先生どうしたんだろう。はい、次、自らを使って文章を作りなさい。モモの答え、自ら飲もう。先生心配なんだけど。はい、次、大きなを使って文章を作りなさい。ジェルの答え、おお、きなこじゃん。はい、次、どんなを使って文章を作りなさい。サタンの答え、うどんなら食うよ。はい、次、あらゆるを使って文章を作りなさい。モモの答え、あら、ゆるゆる。先生本当大丈夫、どうしたの今日。はい、次、次の漢字の読みを答えなさい。ジェルの答え、きっと攻めてベル。先生大丈夫、今日どうしたんですか。幼稚園のみんな、こんにちは。こんにちは。今日はみんなに謎々問題を出すよ。解けるかな。じゃあいくよ。1問目、パンはパンでも食べられないパンはなんだ。わかる人。はい。おジェル君答えて。毒入りのパン。うん、食べられないけどね、毒入りのパンね。うん、そういうことじゃないな。はい。お、あかねちゃん答えて。パンはパンでも食べられないパンは？パパが触ったパン。かわいそうだね、お父さん。お父さん触ってもパンは食べられるでしょ？いや、触れたとこから腐敗が進むので食べれません。あ、すごいパパだね。はい。お、ももちゃんわかるかな？最後の審判。はい、次いくよ。飲むと怒られちゃう飲み物なんだ。はい、みんなわかるかな？これヒントは、こらこら
って怒られちゃうやつだな。わかった、はい。お、ジェル君答えて。酒。怒られちゃうね、君たちが飲むとね。うん、でもそういうことじゃないんだよな。うん、はい。お、あかねちゃんわかったかな、答えて。日本酒。うん、そういうことじゃないんだよな。うん、あの本当に怒られるやつじゃなくて謎謎だからね。うん、はい。お、ももちゃん答えて。ごま油。はい、次の謎謎いくね。いつも文句を言ってる動物はなんだ。これヒントはもうもうって言ってる動物だね。さあわかるかな。はい。お、ジェル君答えて。人間。うん、人間ね。いつも文句言ってるね。うん、確かに先生もよく見る文句言う人間ね。うん、でもそういうことじゃない。はい。お、あかねちゃん答えて。いつも文句を言う動物なんだ。ママ。うん、先生ちょっと触れづらいなそれな。パパがいないときいつもパパの文句言ってるの。今日はこの辺で終わるね。はい、今日も授業始めるぞ。先生、今日は私が授業します。うん、なんで。いいからどいてよ、やむよ。みんな今日遠いどうしたんだ。今日なんか変なんすよ。じゃあ問題出していくからみんな答えていってね。なんで誰も返事しないの、やむよ。クソめんどいなこの女。じゃあ1問目、私のこと好き。どんな問題だよ。はい、サタン答えて。私のこと好き。普通。あー、やんだ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 。地雷どっかー。ジョジェル、今日遠いどうしたんだ。なんか今日地雷女になってるらしい。あんま刺激しないように答えてこう。了解。もう一回聞くよサタン、私のこと好き。サタン頼むぞ。まあ嫌いではない。あー、やんだ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 。サタン、そこ好きって言えよ。地雷どっかーんってなっちゃうから。はい、次の問題いきます。2問目、私のこと好き。変わってねえじゃねえか。はい、先生答えて。俺先生が答えんの。まさかの先生。生徒として好きだよ。あ、本当に嬉しい。あ、今回は地雷投与満足してる。で、生徒としてってどういうことよ。満足してなかった。あー、やんだ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 、地雷ドッカーン。はい、次3問目、この世で一番可愛い女の子は誰。これ遠いさんって答えないとまだ地雷ドッカーン来るな。はい、ジェル答えて。はい、遠いさん。ママちゃん。は？は？何勘違いしてんの？私だよ、一番可愛いの。いや、私だから。おめえビジュアルいいけど中身変人じゃねえか。おめえビジュアルいいけど胸ねえじゃねえか。あー、やった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 、つらい、ドッカーン。もうエンディング行っていいと思うよ。さーて、仕事終わったし帰るか。源先生。ん？お、バカ3人じゃないか、どうした。先生。ん？俺たちにテストやらせてください。どうした急に。実は僕たちこの1ヶ月間陰で本気で勉強頑張ったんです。え、私たちが成長したとこ先生に証明したいんです。ああ、じゃあやるか。はい、ということで今回いつものバカ3人が本気で勉強したということで、その答えをみんなで見ていこうと思う。なんか先生嬉しいよ、やっと本気になってくれたんだなって。じゃあ最初ジェルの答え見ていくぞ。ミニッツの意味を答えなさい。はい、ジェルの答え、ミヌテ。ジェル？はい。なんだ見ぬてって。なんか見ない、見ない手みたいな。へへへへへじゃねえよ、お前勉強やってないだろ。いや、ちょっと待ってください、これたまたま分かんなかっただけで他のいけます。ほんとか。じゃあ次、エブリワンの意味を答えなさい。エベリオネー。なんだエベリオネーって、お前やっぱ勉強やってねえだろ。ちょっと待ってください、ラストチャンス。もう次間違ったら信じないぞ。はい、大丈夫っす。はい、ルックの意味を答えなさい。 100K。 はい、あとで職員室来い。やっぱお前ら勉強してなかったんだな。先生、私はあのバカとは違います。ほんとか。じゃあ答え見てくぞ。次の漢字の読みを答えなさい。はい、桃の答え、なえなろ。これカタカナが4つ並んでなえなろって思ったんだ。はい。あ、もしかして七色ですか。間違えちゃった。桃、後で職員室来い。ちょっと待ってください、もう一回チャンスください。ああ、じゃあこの漢字の読みを答えよ。はい、桃の答え、夏木太郎。もういいわお前。先生、僕はちゃんとしました。いや、もう信じないお前ら。僕数学めっちゃやったんです、問題出してください。あ、分かった。 1×5 は15。帰るわ。みんな、今日は授業をするからちゃんと言うことを聞くんだよ。じゃあ先生、授業をお願いします。で、先生は僕だった。あはは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 は。じゃあ授業していくよ。問題、リンゴが一つ、みかんが一つあります。ここで問題。パイナップルはいくらでしょう。さて、これは難しいよ。誰かわかるかな。はい。お、ジャングルジム君。ジェルです。答えをどうぞ。パイナップルはすごく美味しい。正解。やったー。さすがジンジャーエール君。ジェルです。じゃあ次の問題いくよ。あきこちゃんが7000人います。ひろきくんは5万人います。ケーキを仲良く分けるにはどうしたらいいでしょう。さあ、
これはちょっと難しいかもしれないな。はい。お、トルネードちゃん。トイです。答えをどうぞ。戦わせて最後の一人にあげる。正解。やったー。さすがトウモロコシちゃん。トイです。じゃあ最後の問題、僕たちが今日こんなバカなのはなぜですか。はい、僕のアホアホスプレーのせいです。正解。早く戻して。動画見てくれてセンキュー。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくな。動画以外も生放送や歌やらいろんな活動をしてるんで、気になる方はツイッターをチェック。それじゃあまた会いましょう。おつじぇるー。バイバイ。